皆さんこんにちは、小平です。小宮です。丸亀です。アドヤの研究室。楽しみだったね、今日ついに出てきますね。出てくるよ。こんな空気を放ってた。いや、はいはい、本当ですよ。ニコニコしながらパソコソ切ってたじゃん。もうこの背景を知ったらもう全部欲しくなってきた。プレゼンされるんですよね、今日。何プレゼンされるか知ってるじゃないですか。うんうん、もう二人は、もちろん動画内で、うん、あれにしようこれにしようって話が出るわけじゃないですか。うん、でなんかこれって思った瞬間、うん、黙ったのやめてもらっていいですか。なんか感づいちゃったんですよ。そうそうそう。って思うじゃん。はい、って思うじゃん。違うんだ。いやもう本当どんでん返し始まるから。あ、そうなんだ。私コメント見て、はい、もう分かってないなって思った。あ、そうなんですね。本当急にこの案出た瞬間黙り始めたなと思って。じゃあ違うんだ。その案に一悶着も二悶着もあったわけなんですよ。なるほど。前回出てなかった。はい、はい、確かにそっか、そうだよね。そう、視聴者側として見ました。あ、そっかそっか、確かに。え、今日はヨーグルト。お、持ってきてくれた。はい。新作です。え、なんだと思う。え、桃でしょ、だからさっきストーリーでゴルゴンゾーラ。ゴルゴンゾーラ、桃とゴルゴンゾーラで。何なんですか、今日は。本日はこれが革命起きたっす。はい、おー、はい、おー。早い、早い、もう新作出るスペースが早くて早くて。じゃあ僕も早いですよって止めようと思ったんですけど、美味しすぎて止めれなかったっていう。あ、はい、あ、サラダボウルです。イエーイ。見せて見せて。こちらです。真ん中にヨーグルトが入って、周りはサラダですね。これ真ん中のヨーグルトがディルヨーグルトなんだよね。ディルヨーグルト、ディルっていうハーブですよね。うん、そうそうそう。こっちもマジで食べて、美味しいから。こっちはアボカドと卵と。これは味ついてるの、ベースも。え、ディルヨーグルトにはついてて、周りのサラダにはオリーブオイルとかかけるっすね。どう？うん、美味しい。美味しいよね。なんだこれ、何の味だ。うまっ。美味しいよね、このディルの、ディルっていうハーブなんだよね。はい、それと、まあ、ニンニクとかいろんな調味料を混ぜたヨーグルト。うん、あ、マンゴーなんだこれ。うん、どうですか。美味しい。やったー。これうまいっすね。これ美味しいよね、はい、めっちゃオーダーされる。これ、いいね。いいよね、うん、で、ヨーグルトが乗ってるだけで満足感が全然違うから、うん、サラダだけだとお腹空いちゃうなみたいな人も多分すごいおすすめ。これ、パクロ。ねちょっと、あれですよね、スレーも、はい、あの始まるんですよね、はい、ヨーグルト。8月中には絶対オープンさせて。もうすぐじゃないですか。楽しみ。次新作持ってきてほしいよね。おー、確かに。なんで開発こっちだよ。吉田マリアというプロデューサーが開発したのそのままこっちが作る。あ、そうですね。うまいよね、これ。ディルヨーグルトはマジうまい。え、だよね、これめっちゃ美味しくない。なんかお酒にも合うしね。間違いないです。これ頼む人いるわ、絶対。え、嬉しい。あとマンゴーも沖縄マンゴーで今超人気で、1日何食も出るよね。めっちゃ出るっす、ね、はい。どう、冷凍じゃないんだよ、すごくない。ね、1万円ぐらいで東京で流通してるやつを丸ごと1個使って3000円ぐらいで食べられる。うーん、うん、じゃあ始めましょう。ナイス。なんで。あ、いいっす。私は関係のないジェラピケを食べます。ジェラピケくれる。うわ、いや、久々だね、本当に。緊張する緊張する。マリアちゃんの声で笑いなんだ。マリアちゃんの方が売りやすそうだな。それな、私ちょろいと思うんだよね。書いてたことでしょ。書いてたこと。やっぱなんか懐かしく感じますね、この2人ね。うん、もう風格があるよ。シーズン1だもんね、うん、やっぱこもう一回見たくなりますよね、この2人をね。見たい。うれ、んうん、しい。嬉しいね。お疲れ様です。お疲れ様です。待ってる、待ってるスタイルなんですね。よろしくお願いします。あ、最後あれの部分。お願いします。お願いします。お疲れ様です。この時、はい、この時完全に初対面だったから、生えてきた時にちょっとドキドキした。うん、ね、おー、どういう人がいるかみたいな。そう、はい、どんな人くんだろうって。うん、今シーズンどんな感じと思って。うわ、すごい勇気でしたね。ね、うん、藤巻さん、ね、安心感ありますね、なんかこう。はい、それでは皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。今日はカドレのお二人、藤巻さんと木下さんに来ていただきました。一言なんかご挨拶があれば。はじめまして、藤巻です。よろしくお願いします。お願いします。はじめまして、木下です。お願いします。お願いします。はい、というわけでですね、早速ミッション2のプレゼンを。一言もっとなんかなかったん。え、そのまま返すけど。こんな感じだったよね、でも。うん、何喋っていいか分かんないし、ね、え、そうそうそう。先輩風吹かすのキモいじゃん。いや、わかる。よろしくお願いします。すげえ、言うことないなと思って。だから私たちそんなになんか背中みたいに爪痕残せてないよね。残せてない、絶対。残せてないけど、ね、でも、うん、あの予告の笑顔のバサバサに。そうそうですね。あれ楽しみなんですよ、僕。そう。プレゼンを行います。ペルソナに向けて商品を売り込めということですが、実際に今から皆さん、両チームからですね、プレゼンを聞きたいと思います。
ちなみにですね、今回売れた場合ですね、利益は事業準備金に組み込まれます。売れた場合がそしてもちろん写りめっちゃ良くない？あ、確かに。やっぱりシーズン1とカメラの人違いなあ、そう、これもうね、言ってるから、うん、藤川、うん、そうだよね、違うなんか写りめっちゃいいと思って、ね、シーズン2以降見てるだけだったから、うん、実際自分たちが写って写り分からなかったけど、見比べれないしね。そう、見てみて、めっちゃ違うから。もちろん支出の方も事業準備金からということで、皆さんご了承いただいてると思いますが、どちらのチームからいきましょうか。ちょっといいですか。はい、あのこれミッション2って、これ単純に負けた方が事業準備金マイナス30万って話だったと思うんですけど、はい、それだけでいいんですか。そのなんかいつものシーズン2とかシーズン3見てると、本来はこれって物販対決の代わりにやってることだから、首かけてもいいと思うんですよ。自らこれ言い出した時びっくりしたよね、うん、えと思って、はい、そうか、そっちがいいですもんね。だって私たちの決めたことで首か首じゃないか決まっちゃうから、責任の重いっすね。確かに確かに、急に降りかかってきたと思って、はい、びっくりした。本当にね、仕掛けてきた。急にどうしたの、首持ち込み。本来はで、僕らも真剣に事業作ってるんで、そのぐらいかけてもいいんじゃないかなと思うんですけど。それぐらい自信が。私たちはもともとそのミッションの内容をこっちが決めれるっていうものではなくって、その青木さんから提示されたミッションに対してこう決めていたっていうか、その考えていて、でももちろんその首がないから、こうなんだろう、ちゃんと考えてないとかっていうわけではなくって、そのミッションの内容、私たちがこうしたいですっていうのって逆に今までであるのかなっていうところを。この時点で話長いし、うん、なんか話まとまってないし、なんかよくわかんないなと思って注意3枚になってたし、なんかいきなり首の話しましたね、うん、どんな感じだったよね、めっちゃ結構これが長かったんだよね。そう、どこまでこの回描かれるかわかんないけど、見てみるか一回ところと、まあ、そこまで首をかけてもいいって思ってるのであれば、先にプレゼンしていただきたいなっていうところです。あ、飲んでいただければ、先に、プレゼンするのは OK で、そのもちろんお題を変えるのは俺この時にさ、クセ強いやつだと思って明らかにもうコンソールっぽい、うん、上から来てるやばいクセ強い人来たみたいな。確かにこの場の第一印象、亀国さんと小次郎さんがめっちゃあった、うん、あ確かに、うん、のはダメだと思うんですけど、一応その僕らの覚悟として、お互い何か大きなものをかけてやった方がいいっていう判断で、うん、今回男子で話し合ってご相談させていただきました。もしそれを首をかけてやりましょうよっていうのであれば、最初にルールを提示された時点で言っていただくっていうのが一番いいのかなと思います、うん、当日じゃなくてね、発表前にいきなり首かけましょうって言われても、なんかそれは違うのかなとは思います。あ、背景で言うとその僕ら昨日夜とかもちょっとこの辺歩かせていただいた時に、女子部屋からめちゃくちゃキャッキャしてる声がめっちゃ聞こえてきてて、ハッピーバースデーとユー、ハッピーバースデーディアミズキ、ハッピーバースデートゥーユー、ありがとう、おめでとう、ありがとうございます。あ、キャッキャするのいいけどね。首がかかってても祝ってますね。そうね。すごくないですか、これは。これは内容は内容ですね。なんかこのスタンスの違いでずっとやっていくのは嫌だなっていうふうに元から言ってて、じゃあこれどうするってなった時にもう首をかけてやろうっていう話になったんで、まあこっちの方が面白いよねじゃなくて、そもそもこのスタンスの人たちとやり続けるのは俺らとしては嫌だという形なんで、もちろんミッションの内容を変えるではなくて、かけるものを増やそうなんで、今そのやらない理由をいっぱい言われてるんですけど、真剣にやってきたんだったら別に、乗らないっていう手法は別に取らなくていいというか、なんかこれを間近で聞いてた時に、あ、この人自分が正解って思ってる方向に全部話持っていく人だって思ったの、だから、あ、そうやってバーマンスタイプの人がこのシーズン4を牛耳ってるんだなっていう。でしかもそれに的確に返せてる子がまずいなかったんだよね、みんなちょっとずれてて、うん、みたいな、うん、もっとこう返せばいいんじゃないって思って、なんかこう見てました最初は、チームとして、あ、すいません、まず昨夜、キャッキャしてしまったのは申し訳ないです。それは私の声も大きかったのと、うるさくしてしまってそれは申し訳ないです。で、
チームレッドの現状として、はい、今正直分かりました皆さん、藤巻さんにやついてましたにやついてた、にやついてました、ちょっと見ていただきたい、しっかりと、チームとして、あ、すいません、まず昨夜、キャッキャしてしまったのは申し訳ないです。あのそれは私の声も大きかったのと、うるさくしてしまってすら申し訳ないです。でチームレッドの現状として、ちょっとにやついてます、顔が中国人ってところをこれから言っていかないと思っているところです。で、今実は私たち、リーダー決めの時に非常に揉めました、うん、で時間もオーバーしました、うん、でそれは、私とエリナさんでどちらにするかっていうところで揉めていました、うん、チームレッドとしての、チーム力っていうところは、あ、割り込んでいいですか、お前何歳お前さ学生じゃないんだこれかこれこれこれだったよね今までのタメ国節を見てないのよ、そう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 、初見なわけよこれ、あー確かにね、こいつはこいつでやべえなと思ってと思って目の前で確かに初見がこれだったらやばいっすね、つい引いちゃったのこの発言を、はい、なんかで話も噛み合ってないし話すテンポもなんかスローだしこれいつまでやんのって思ってたのがこの時の感情だね、うわこれ現場にいたらやだな、はい、何見せられてんだろうっていう何歳32です、これめっちゃ面白かったんだよねあ答えるんだみたいないつも伊藤じゃないんだからと思って32ですこの環境にまだ慣れてなくてチームのパフォーマンス出せない、うん、っていう経営者にモラハラ来たーと思ったと思います、思うか思わないかっていう結論ベースで答えてますっていうのが言い訳なんで、僕らは人生かけてきてる以上、あのそういう言い訳は許されないと思うんですよ。正直このままやると、あの俺がいる限り負けないんですよ、どう考えてもってなった時にもう一回あなたたちに、意識を変えていただくか、人が変わっていくかしてもらわないと、俺が、しんどいと思って今回2人にご相談させてもらって、リスクで言うと俺ではなくて今回この2人にリスクがかかるものなんで、ご相談していただいた結果、男子2人もこのまま今の女子とやるのはしんどいとなんで俺らは本気のあなたたちくださいこの表情の時の、ね、気持ちください、ね、いやなんか何言ってんだろうと思ってえマジどうでもよくないと思って、うん、勝手にやればいいじゃんみたいな、うんうんうん、話長いし、うん、なんで俺ここで待ってんだろうっていう表情あたたちかメンバーを変えてもらわなきゃ困るっていうのは、そうなんか相手のそう、僕はなんでなんだろうと思ってラッキーって感じじゃない、相手が潰れてくれたら、あのもう言ってて、あなるほどね、ミッション前じゃアップの漫画読みすぎだろうと思ってライバルが欲しいじゃないよやばすぎでしょ、ね、これカドレの2人気まずいでしょ今めっちゃ気まずかった、今は本当にカドレのお二人が来ていただいてる中、今このやり取りをする必要は正直申し訳ないこの表情の解説解説お願いします、何言ってるんだろう、いいよそれだけです本当に体験してもらわないと分かんないと思う、聞けないなって思ってます、すいません、これ以上本当にお二人に時間取っていただくのも申し訳ないので青木さんに決めていただきたいと思う基本的には両チームが合意してるんであれば、まあその掛け金が大きくなると、あのリスクが大きくなるということで平等なんであればそれは可能だと思います、うん、ミッション、おいパス回しすんなよと思って払い回しすんなよって青木さん決めてって思ってた、青木でこれマジで30分やってたよ、うん、やってた、30分今日やってたよ、絶対、うんうん、やってた、それやばいな、人自体は変わりませんし、かけるものが大きくなるというだけだと思いますので、うん、ただ両チームでよしそれで行こうという合意が必要だと思います、断ることもできますよね、もちろん、うん、はぁ疲れた戻った、あの時にあの時の感じに戻ったっすから、やばかった本当にそれは疲れるそれ長い時だね、うん、さあノンタイトル、シーズン第5回です、はい、ミッション2が始まるかと思った時はね、もう波乱の幕開けと、ほんとだよ、いやーということであんなのさ、青木さんびっくりしましたよ、想定してないぞ、ね、もちろんですよ、これあの男子チーム、ブルーチームはよっぽどプレゼンに自信があると見ていいんですね、自信があるのと、うん、相手のチームと合わせたら番組、まあね、盛り上がらないと思ってる、危機感ですよね、要は視聴数伸ばすためにももっと優秀な人持ってこいよノンタイトルっていう、うん、逆に番組が
団体じゃなくてつけてないほぼほぼどこに切れてんのよ。だからもっと能力高い女性経営者引っ張ってこいよっていう。なるほど、そういう裏メッセージだったのかもしれない、はい、そういう思いがある中でハッピーバースデー聞こえてきたもんだから、うん、ぶっつんでしょ。でも急になんかみずきちゃんに対してお前今何歳とかもうちょっと、うんうん、やからいや、毎日にさドキッとするよ、ドキッとするよ、ね、カドレの二人気まずいね、あれあの時間ちょっとその前であんなに急に可愛いから自信するの間違いすぎる気持ちであれを見てたんだろうね、あの言い合いを。それいや、もうやばかったですって長いです。カットされてますもんね、ほんまにね、はい、うん、そうだよね、長いです。それはカドレの休日で見てたからおー、ちゃんと見てね、その時のお二人の気持ちはね、まあ、心境はね、心境はそこでね、ありがとうございます。ありがとうございます、本当に。笑ってます。最低すぎる本当に。なんかノンタイトルの先輩お二人としてこの話聞いて客観的に振られた。笑ってこないでみたいな顔したじゃないですか。もうなんかタメクリさん女子チーム青木さんに待ってきた。あのバルセロナ並みのパスワードしてきてやばい、そうそう、ここで決めないといけないのかと思って。さあゴールを決めれるのか。え、そもそも普通に話していいんですか。あ、どうぞ。え、別に組じゃない云々関係なく、もう別に自分たちで勝手にやればいいんで、あんま関係なくないですか、相手チームのこと。うん、男が負けたら首ってことで、うん、首にしたいんですか、相手を。そのいわゆるリスクを増やすことで、今のリスクって要は掛け金を増やすっていう話と、相手チームをクビにできるっていう、まあ、自分のチームもクビになるかもしれないけどっていうリスクをこう上げたいっていう行為だと思うんですけど、うん、それの目的って何なんですか。タメクリさん、すみません。結論、クビにしたいか、クビにしたいと、意識変えてというか、要はじゃあクビにできたら新しいメンバーがまあ良くなるかもしれないっていう、またその可能性にかけてやってる行為ってことですか。はい、まあ、なんかまあ僕との考え方が違うんであれですけど、まあ別に相手チームどうでもよくないですか。でなんかこう切磋琢磨するっつっても、今後別にね、これからビジネスやっていく上でいろんな人たちがいるわけで、何もこの3人と切磋琢磨しなくてもよくないですかっていう。初めてタメクリ、どうですか。え、本当に同意見すぎて、なんか付け加えることがあるとすれば、本当に私たちが見るのって市場にどう勝てるかだから、うん、なんか普通に相手がなんかこう子供みたいなのとかお前とか、なんかその罵倒する言葉すごく使われるじゃないですか、はい、うん、ご自身がされてることが一番困るから、ね、ね、ブーメラン返しパンジュインすぎる。本当学校じゃないんですけどって私は一番思いました。子供の顔になってるじゃないですか、タメクリさん。やっぱね、マリアちゃんの置きに行く言葉すごいね。学校じゃないんですけど、どうぞっていう。さすが。さすがっすね。うちの木下さん、素晴らしい。苦しいです、今回。よかった、こっち側ね。心強いっす。改めて敵に回したらなと思って。なるほどね。かわいい。まず、ちょっと不快な思いをさせてしまったことはまず、申し訳ない。じゃあ、もう。通常の内容で済みさせていただいて、はい、何だったんだよ。お待たせして申し訳ございません。すいませんでした。いい奇襲作戦失敗ですね。本当ですね。タメクリさんやっぱね、あの上とか似たような立場の人であんま行かないんですよ、はい、多分そうね、はい、多分そうだと思いますけどね。今あんな感じになるんだね。全然戦わなかったね、かわいい、はい、それでは大丈夫ですかね。始まるんだ。あ、やってみましょう。懐かしい。ではチームレッドの10分お願いします。スタート。今回私たちチームレッドが提案するのはマリア様限定の。ちょっと待って、もう今開始2秒で、はい、皆さん気づいていただきましたか。え、何に。この答え合わせは後ほどということで、ね、ギフトコンシェルジュサービスを提案いたします。ギフトコンシェルジュというのはギフトに関するさまざまな悩みを解消しパーソナルギフトを提案いたします。うん、今日はまずはスイーツが大好きなマリア様に。まずこの時点で私にギフトってなってます。で、俺はその笑いだった。マリアちゃん相当詳しいぞと。どんなプレゼンなんだろう。でもこの感じだったらやばいんじゃないか夫婦だと。私はえ、私にギフト。
とそれめっちゃ楽しみっていう。ああ、そうなんだ。だってミッションじゃん、リサーチめっちゃしてくれてて、うん、嬉しい、楽しみみたいな感じでした。おお、そうなんです。私たちがスイーツをご用意いたしました。私の生まれ育った福岡から生まれたシフォンケーキ、でこちらのシフォンケーキはですね、マリア様すごい健康志向というのは私はリサーチさせていただきました。なので原材料の卵、小麦、牛乳にもこだわっていて、赤ちゃんの離乳食を食べ始めた赤ちゃんからだったら食べれるようなあのシフォンケーキになってます。よかったらあの全然シフォンケーキを食べながらあの聞いていただいても大丈夫です。昨日私たちは東京まで足を運び、マリア様が好きなものをリサーチさせていただきました。マリア様が好きなエルメスのネイルオイル、こちらまたリピートしたいって思ってますよね、うん、いかがですか。そうですね、家にストック6本ぐらいあります。そうなんですね、すごい。あと次にマリア様の好きなアロマセラピーアソシエイトのバスオイル、でまたあとこちらシャネルのヘルシーグローセット、こちらって入手できましたか。はい、あ、できたんですね。あとですね、嫌なやつだな、プレゼン泣かせ、嫌なやつだな、あんた。今回好感度が地に落ちる。できちゃうんですじゃないんですよ。食べて、ね、またスイーツがお好きということで、まあ、先ほどもスイーツをあの出させていただいたんですけども、銀座にある住所電話番号非公開のカメラ屋さんとご存知ですか。これは無理ですね。はい、もうあのオープンからずっとお世話になっていて、お世話になっていた。さすがですね。これは無理だと思ったんですけどね。こちらのなんか商品は私たちはマリア様の、これ YouTube 俺らのチャンネル上がってるよね。上がってる。ナベちゃんと藤巻くんにプレゼントして、しかもプレゼンもしたの。そう。でめっちゃ良かった。リサーチ不足だなと思って始まったっていう。誕生日プレゼントとしてあのご提案させていただきたいなと思ったんですけども、今回は私たちマリア様にご購入いただきたいのではなく、お隣にいる藤巻社長、来た、はい、いつも頑張ってくれてるマリア様に誕生日プレゼントきっと送っていただいてると思うんですけども、チームの一員として第2弾としてお送りしませんかという提案を一つ目はさせていただきたいと思います。なるほど、はい、はい、金額の方は5万円という金額です、うん、では2つ目の提案に移らせていただきたいと思います。で2つ目のイベントはカドレの商品であるドライヤーとバイオフレッシャー、こちらの商品を、マタニティ&ベビーフェスタというイベントが、うん、パシフィコ横浜で開催されるイベントがございます、うん、で私たちにできることとしてしましては、イベントの企画運営を全てさせていただくことができます。でこちらはなぜかというと、やっぱりあのカドレのお二人ってすごくお仕事も忙しい中で二人で回していて、その正直もう売り上げってもう上がってるだろうから、売り上げ上がるような動きっているのかなっては思ったんですよね。でもより多くの方に知っていただくっていう意味で、私はやっぱりお母さんたちにすごく知ってほしいなっていうところから、こちらのイベントを提案させていただきます。でこちらのイベントにかかる費用としましては、出店費用は1日あたり40万円です。で、2日間開催があるので、1日出店でも2日出店でも大丈夫です。でイベント制作運営費用、こちらはもう本当にお二人がお時間が取れないと思いますので、4月の6日7日っていうスケジュールがもし取れるのであれば、まあ、こちらの金額は少し下げていただくことも可能なんですけども、もしお二人が来れなくても、私自身がイベントスタッフ、イベントコンパニオン、イベントアシスタントディレクター、ディレクターなど、そういう経験がございますので、私が全ての責任を持って、こちらのイベントに携わることができます。そして私が携わることによって、私は母親という目線から、やっぱり来場される方はお母さんである方や、今から母親になる方っていう方々が来場されるので、その方々にとってしっかりとちゃんと母親目線であの商品についてお伝えすることができるっていう点から、私たちにできることとしてこちらを提案させていただきます。以上が私たちの提案となります。ありがとうございます。いいんじゃない、うん、高単価で ね初見のどう、うん、ケイタ君からしてみて。僕いいと思っちゃったっすね。違うし、本当になんかこういうのも言ってたんですけど、マリアさんにプレゼント困るじゃないですか、うん、それを代わりにそういうのをリサーチとかしてくれて提案してくれるってことですよね、うん、そういうサービスの内容としては、まあ、確かにプレゼントが困る人でなおかつ毎年あげるみたいな人がいたら助かるかもしれないですね、うん、そこの5万円確かに
5万円よ5万円よ彼女じゃないんだよ確かにね私は自分で考えたいかもしれないですね、うん、ああ、はい、確かにね、はい、でしかも直前までもうすでに持ってますって言われてんだよ確かにそれサービス受けてもいいの出てこない可能性の方が高い人さんねマリアさんなんでただこれから使うであろう5万円を俺が負担するって話そうかこれをマリアちゃんが知らない初めてって言ってて、うんうん、これめっちゃ欲しい藤巻さんって言われたら、うん、まあもうちょっと検討してたかなっていう確かにもう一個の方はおそのイベントにどう何を売ったんですか今のもうだから入ってきてないでしょ今のイベントに関してあんま入って何を売ったんだろうって思ったっす、うん、なんか40万円ぐらいの出店費用で、はい、さらに90万円で代行してやりますよみたいなああれをちょっと歌ってことですね、うん、運営代行的な感じですね、うん、ああなるほどまあ行きます行きましょう、はい、ありがとうございますありそうな気もするけどそれではカドレのお二人いかがでしょうかはいありがとうございました1個目の提案に関してはこれ僕への提案ってことでいいんですよねはいそうです、まあ、コンシェルジュというかまあだから本当に考えたこのプレゼントごと渡すので5万円くださいってことですよねはいそうですねでこの金額って正直高いと思いますか安いと思いますかあ、まあ、マリア様にちょっと答え、うん、なんかマリア様多分金額全部なんとなく分かると思うので、はい、この金額俺に聞いといた方がよかったのにめちゃくちゃ高いと思います安いんじゃないよ俺に聞いた方がよかったのにまああれですよこれリサーチってどなたがされた形ですかリサーチしたのは全員ですかね、まあ、ほぼ愛ちゃんこれ近いかいや、でもこれもやっとちょっと出す覚えてる今思い出したわ、今なんかなすりつけ合いすんだよっていうそうなんだよね、うん、はい結構 SNS をこうずっと SNS を見てもらってなんかリサーチってその例えばセンスがいらない部分だなと思っていて皆さん等しくできる作業だと思うんですよね、うん、で今回拝見させていただいた資料でリサーチ力がめちゃくちゃ低いなと思っていてその理由としては例えば銀座のあのカヌエあるじゃないですか あれは私何度も上げてるんですよそれをまだ入手されてないですよねって言われたりとか直近上げてたラデュレのマカロンもマカロンじゃなくて新しく出た新商品はいこちら宇治に買ってきました今日そんなすごいラデュレってそう私これマジで押したくてこれを見てるみんなにも押したいんだけ ど、 なるほどもう時代はマカロンじゃなくてウジェニーなんですウジェニーなんかそわそわ自分だと思ったことだったツイッターにも上げてるんだけどちょっと食べてピスタチオ味がいいんじゃないピスタチオ大好きなんでローズとマリー・アントワネットマリー・アントワネットウジェニーってなんですかいただきますちょ見せて見せて初見ですねこれマジで美味しいからウジェニー私はローズこのままパクっていってみて。いただきます。うん。うん。うん。どう？うま。めっちゃ美味しいよね。これうま。めっちゃ美味しくない？はい。甘い。まあそのマカロン好きにはきっとおすすめ。はい、うん。めっちゃうまい。普段からマカロン食べたりする人はウジェニーもぜひ絶対美味しいので。うん、マジうまい。高そうな味がする。うん、一個いくらだと思います？当てません。500円おーでもすごい400円ぐらいうーん考えするもん、うん、でもこれちょっと手土産とかにもおすすめです商品でマカロンの材料がめちゃくちゃ美味しいってあげた写真なんですよなのでもう本当にあの資料の精度が低すぎてえ、いらないんですよっていうバッチリが当たっていたのでえ、何をここに価値を見出すだろうっていうのが正直な感想でしたちょっと愛ちゃんの顔が死んじゃったな、はい、ちょっとずれてたんですねねえ、ねずれちゃうといらないものになっちゃうからねいや、いらないものになってるわけじゃなくてあくまでこのプレゼンなのにこんだけのリサーチ力はいかがなもんですかっていうマリアちゃんの優しさなんですよ、これはありがとうございます、本当にぐらいぐらい本当に助かりましたもう一つの方もちょっともう一回見せてもらってみますか、資料これはもうイベントはこれが確定なんですねはい、イベントは これが確定です、うん、でこちらのイベントなんですけどももう日程がキンキンっていうことでその今日の5時までじゃないと詐欺商材確かに確かにっていう出す出さないっていうのはもう5時までしかできないっていうところが一つあります、うんまあ、一応なんかサイト見てたら2023年の12月月末が協賛企業の募集の最終締め切りって書いてありますけど一応今日までいけると、はい、今日、はい、連絡をして、今日、はい、もう今日の今日に探して、うん、電話をしてでホームページ上にはもう問い合わせ欄も問い合わせフォームしかないんですけれど私これ聞いた時にもういけるんですかのあはい大丈夫ですとか、うんうんうん、なんか確保しました、うんうん、家庭を喋るタイプの人ばっかりだな、うんうん、ここはと思った
ました。だから長いんだよね。なんとかそこの企業を調べ、電話番号を取り継いでもらって、そこにアポを取り付けて、で、今回このこれの魅力としては、出店料が40万かかりますっていうところだったんですけれども、この出店料の価格交渉を、つい先ほどまで行ってました。で、最終の金額は、電話でまだ、向こうからの最終の回答を、もし何見せられるんだろう、電話で電話して価格を聞きます。なるほど、はい。で、ここで先ほどの冒頭の話に戻ってしまうんですけれども、まあ、チームビルディングが足りないっていうところで、正直私はこのイベント制作運営費用はいらないと思ってます。で、なんか同じチームと思えないぐらいチーム内の攻撃が始まったと思って、勝手にプレゼンしたみたいな。びっくりしてえってなったんだよね。どういうことなの、なんですけれども、うん、正直時間が最後、また話がまとまらなくなってしまって、もう入れるしかないっていうところで入れました。なので、出店費用の40万っていうところの部分を下げるっていうのをメインで、私は考えていたんですけれども、もうこれは、一旦結論をつけなきゃいけなかった、結論を置かなければいけなかったので、パッケージでの金額の販売をするっていうところになりました。で、それも含めて、ごめんなさい、結論どっちなんですか、はい、金額は、なので、金額は藤巻さんたちの会社で、イベント制作を行うのであればここは不要、ただ、そしたら出店費用ですよね。お金払うあれがなくなっちゃう。そしたら出店費用の部分です。そしたら出店費用って原価なんですよね、これ、はい、原価です、はい。そうすると、どういうこと、エリアさんまとめてください。あ、はい、私がまとめます、はい。この今回金額としては、2日間で開催するっていう場合は、まあ、この90万円っていう金額と、まあ、この1日あたりの金額なので、まあ、40万 ×2 になるんですけど、ここの金額に関してはちょっと本当に交渉ができるっていうところでちょっと下げられるっていうところがあるんですけど、まあ、ここは絶対的にかかる金額であります。なんで、もしそのちょっとでもご興味があるっていうのであれば、すぐに今から確認をするっていうことは、一応担当者の方に1時過ぎにもし必要があれば確認しますっていうことは伝えてますので、金額は下げることはできます。はい、うん、はい、その他ご質問ありますか。大丈夫です、大丈夫です、はい、はい、ありがとうございます。ないじゃん。いや、わかんない、まだわかんない、まだわかんないな。まだだってこれね、男性チームが本当にヤバいの上げてきたらどうするの。どっちもなし。確かにね、繰り上がりはないか、はい、うん、はい、不穏だったな。今ね、急にぶっ込んできた。多分暴走したんじゃないかな。怖い怖い怖い、うんうん、これ結構邪魔な動きしてますもんね、うん、あれね、うん、びっくりしました。突然なんか要はぶっ込んできたんでしょうね、はい、要はプレゼン前に意見が合わなかったってまとまらずにプレゼンになったってことなんですかね、あれって。あ、じゃあプレゼン前から水木ちゃんは私はこうしたいって言ってたんだ、この費用はゼロで、ギリギリまでいいやって言って、ああ、そうで言い出しちゃった。でも水木ちゃんとしては90万なくし40万の売り上げで固く取り行こうっていうことだったんですか。まあ、だから赤字になりますよね、運営費用はゼロからね。完全に赤字でしょ。うん、ただ働きでもいいから40を払ってほしいっていう戦略でいいんじゃないかって多分思ってたんじゃないですか。ああ、なるほど。で、その腹落ちしないままプレゼンになったんで、途中で空気を変えようと思ったのか、多分寝首をかきにいっちゃったから、その空気の読めなさってめっちゃ怖いっすね。うん、ね、一緒にビジネスやってる仲間あれやりだしたら、そうね、おいおいおいってなるよね。確かにね、しかも本当悪くなかったじゃないですか、その反応、藤巻さんの反応も、うん、ちょっと興味ありそうな、はい、全然悪くなかったらったみたいな雰囲気があったじゃないですか。ゼロにするとか言われたらちょっと90万高く感じちゃいますよね。そうそうそう、もうね、できるんだ、ワンチャンゼロいけちゃうんだみたいになったら、うん、90万かともなりますしね。いや、この後揉めるでしょ。いや、揉めるよ、間違いなく。エリナちゃんもニコニコ笑顔で言ってましたけど、うん、何言ってんの、まあ、引きつってましたね、言ってますね、されたね。あ、出るか、なんか最後はなんか動画に出る権利的な話だったですね、最後。ではチームブルー前回の終わったスタート、うん、それなんだ、はい、改めてチームブルーリーダーの為國と申します、よろしくお願いします。第一印象悪すぎるわ。今回の2つの提案はどちらもカドレ様の法人へのご提案になります、うん、でまず1つ目なんですが、
公式 LINE のマーケティング実行支援および代行になります。現状をまずこの時点でもう資料とこの始まりでもう毛色が違いすぎて、うん、ようやくちゃんとしたのやつ来たと思っていうのがこのような感情でした。うん、今お二人の会社は YouTube で あのインプレッションはあのかなり獲得できているんですが、比較検討層を、取り越している、可能性が高いと考えておりますと。で、YouTube の概要欄などあの全て確認させていただいたんですけれども、あの認知を売上につなげる、動線が、現状あまり仕組み化されていないというふうに考えております。で、認知に関してはもう現状全く問題ないですと。ただ、高品質高価格帯の商品の欠点である成約率が低いっていうのが今御社の現状の課題だと思っていて、じゃあその方々を LINE に誘導して、まあ、その魅力であったり効果っていうのをテキスト動画画像で配信することで比較検討層の顕在化を図ってまいります。じゃあ実際成約率向上の施策どんなことをやっていくのかっていうお話なんですけれども、まあ、定期配信でカドレの商品紹介新商品の告知など購入意欲を高める配信を行っていきますと。で、単純に接触回数を増やすことによって、まあ、家電を買うってなった時にカドレさんが、皆さんの頭に思い浮かぶように、配信をしていきますと。じゃあ実際いくらかかるのかなんですけれども、初期費用は50万円で、運用費用は月額10万円っていう形になるんですが、半年の運用で、ご提案をさせていただきたいと思います。で、運用費用もずっとかかっていくものではなくて、半年間でもうお二人が分析改善できるところまで内製化支援というところもさせていただくので、金額としては50万足す6ヶ月の、60万の計110万でいいものをご提供できると思っております。二つ目のご提案内容ですが、ちょっとかなり雰囲気が変わります。カドレの休日への我々の出演権になります。で、僕以外のお二人が出演する場合にはもう交通費分ぐらいの1万円で結構です。で、理由で言うと2人はデモデーまで残っているかが正直わからないということで一旦1万円にしますと。で、僕なんですが、今回リーダーはクビルール除外っていう設定になっているんで、僕は最後まで残っていることが確定しているので3人の場合には10万円ですと。で、特典としては御社のチャンネルにデモデーが終わった後必ず最初に出ます。今回の提案させていただいた以上、もしご購入いただけないと、もう僕らは出演させていただくことができないので、我々ぜひ、もちろん皆様のことずっと見てましたので、ぜひコラボしたいなと思ってるので、買ってください、ご遠慮なく。会いたいっす。思っております。以上です。はい、ありがとうございます。あんまピンときてなかったね。出てほしいですね。では、カドレのお二人、質問いかがでしょうか。はい。まあちょっとどっちから行こうかな。じゃあこっちから行きますと、せっかく画面で。はい。ちょっとね、高いですね。高い。10万。高いですね。まあでもなんかその、最後の発言がちょっと、要は、何だ、本当に撤退って思ってたら、その金額じゃないよねって、まあ普通に思ったのが、うん、まああるので、うん、なんかどういうふうに思ってんのかなの、その真意だけちょっと知りたいなと思って。安かろう悪かろうだと思っていて、僕もともとというか営業マンなんですけど、10万円いただいたら10万円の効果は確実に出すと、考えてますと。で、低価格でもうとりあえず出るだけっていうよりは、10万もらったからには、きちっと再生回数出るような動きをするっていうのはまず大前提なんですけど。そうなんだ。10万分の動きできるんだ。おそらく僕これ出た後に、これ確定じゃないですけど、桑田さんのチャンネルとかいろんなところに呼ばれると思うんですよ。っていう時に門出さんのお話させていただいたりとか、10万に対する費用効果は僕の体を使えばどうにでも返せるっていうふうに考えたんで、10万という価格に設定させてもらってます。なのでこれは僕からすると高いではなくて、めちゃくちゃ確実な安くした設定です。
これちなみにやっぱこの時点でピンときてないんだよね。知らないからタメクニさんのこと。そう初めて。そうか初めてだから確かに。だからその実績とかも知らないし、知らないね、バックグラウンドも知らないし、うん、経歴も知らないし、うん、年中チャンネルもあんまよく知らないから、さすがに今回知ったけどこれ、うん。なんか私ヒーロー役の人だなっていう印象しかないわけ。初めましてから、うんはいはいはい。だからこの人が本当に今見てる限り面白いじゃん。はい、面白さを出せてるのかどうかも知らないから。はい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 。この人とコラボ利益あるかな。まあ確かに初対面でこれは難しいですね。でしかも藤巻くんの返しにそんな面白く返せてなかったのね。しょっぱなの挨拶の時とか、うん、だから解剖力あるのかなこの人みたいな、うん、YouTube 本当に10万出せますっていうのは思ってた、うん、それはねそうね、うん、本当初対面だから俺らってこのさほんわかしてるじゃん、まあ別に言うところはもちろん別に大事なものとか言うけど、うん、ハマんのこの人してるっていうのも思ったはい、はい、鼻通したし確かに、うん、僕ないいや何もないです何もない何もない厳しいなはいではブルーありがとうございました、はい、では、カドレのお二人一旦ちょっと別室へ、はいはい、別室へはい協議いたしましょうよろしくお願いいたします、はい、あこれ1点目で質問カットしてるお疲れ様です あそうだね確かに結構聞いたよね、うん、ブルーチームはでもなんかそんな響いてる感じあんま響いてないような感じはしましたよね、なんか青木さんが言ってらっしゃったその言い方プレゼンの、うん、その、うん藤巻さんにちょっとなんか刺さってない感じでしたよね。いやまあだしやっぱヒカル君が前に言ってたさ、YouTube って基本タダで出るもんだから、うん、そこじゃない。まあそれもあると思うんですよね。うんねうん、だって逆に言ったら、エメリンとか僕に払ってないのに、うん、タメクニさんとかに払うってなったら、うん、僕らも本当にそうですよね。うん、多分藤巻さんの立場がそういう視点も持つと思うんですよね。あとあの最後のねあの、これを買ってくれないんだったら今後は出ませんみたいなのが、駆け引きが、キッチなのか今日なのかっていうとちょっとやらしいな。ちょっと見ただけで感じが。見ただけでしかないですね。藤巻さんとしては、いやいや、なんでその上からなのっていう。タメクニ君と藤巻君は合わないでしょうね。もうずっと会ってない。人として噛み合わない感じでしょ。まあちょっと最初のお前とかってだいぶ印象悪くしてるから、うん、いや印象悪くしてますね。やばいやつだと思ってるから結構でかくないですか。わかる。あれマリアちゃんもそこをすごく気になってたんじゃない。やっぱ女性ってそういうなんかいきなり高圧的なタイプの人嫌だと思う、うんうん、まあそうだよね。これちょっとどっちが光くん。どっちも噛まないあそれも奥さんありなんですか。まあそうですね、判断ですからね。ああ、なるほど。買わないと思う、じゃあ俺もその判断ありなら。そうなっちゃう感じでしたけど、なんかママのイベントの方が刺さってた気がしましたけどね。本来はね、そうですね。本来はその刺さった気はしたんですけど、どうなのかな。やっぱ結構カブレってそのイベントとかしてるんですよ。うん、あの伊勢丹とか昔やってましたね。ポップアップとかやってるんで。ポップアップやってるんで。ヒカルさん来てくれたもんね。やってるんで。イベントを多分ね、今日持ってったと思うんだね。出しどころはいいよね、あのイベント、ママ、ママたち。そこまではいいかもしれないですけど。その後の下りがちょっと。ちょっとこの人で任せて大丈夫かと思います。青木さんはどうですか。まあいたと思いますけど予想してもらっていいですか。なんで予想するの。なんで予想するの。答えしてね。じゃあ頑張ってじゃあ。はいはいはい来ましたよ。どんぐらい考えたんですか。結構考えました。早速結果発表に参りたいと思いますが。1時間ぐらい。1時間も考えたっけ。うん。そんなかかったっけ。多分そんなだっけ。30分ぐらい。30分ぐらいか。大丈夫ですか、はい、ちょっと1個だけ交渉とかできるんですかこれは始まる前に。何でしょう。ちょっとさっき、まあ、話しそびれちゃったんですけど、あの最後の男性チームチームブルーの方ですかね、はい、の方の、LINE 周りのところの、まあ、金額感のところのこう価格交渉とかってできたりするんですか。ルール上 OK であれば伺います。ルールは問題ないです。大丈夫です。初期費用半額、縛り6ヶ月なしとかだったらどうですか。あ、25万でってことですか。そうです。ここで全部決めなきゃダメですか。費用の、まあ、興味がこれずるいよねって俺も今見てて思うよこんなね、出てる側の立場を言うなれば利用させてもらってるわけなんですがこれも一個の醍醐味なんではい、どこまでいけるのかなって感じは。確かにどこまで固定費安くしただけいいんで、うん、どこまでいけるのかなっていう。聞くわけですからね、うん、初期費用半額。今回、通常は絶対割引しないという前提で初期費用40万の2ヶ月運用だ、どうしようかな。2ヶ月運用だったら結論 OK で、理由で言うと
多分2ヶ月お付き合いいただいてたら僕らともうちょっとお付き合いした方がいいっていう判断になるんで6ヶ月縛りはあんまり気にしてないですと。わかりました、ありがとうございます。はい、はいはい、では、ミッション2が、これで終わりましたので、カドレのお二人に結果の発表をしていただければと思います。はい、チームレッドからは食べ過ぎじゃない？食べてますね、食べてますね、楽しいです。買いません、うん、あー、うん、買わず、はい、買わずか。まあ、やっぱりこうマリオちゃんからのフィードバックあったんですけど、うん、資料の精度がやっぱ低かった、リサーチ不足だなっていうのをすごい感じましたと。正直1時間ぐらい2時間ぐらいリサーチして、まあ、パパッと資料作ってしまったのかなっていうのをやっぱ印象としては感じました。そこの部分ですかね。あとまあ気になったのはその1ページ目のカドレの表記とかも間違ってたりして本当に資料見直して作ったのかなとか確かに、まあ、それちょっと細々した大事ですもんね、まあ、内容としても名前を間違えるよね、うん、ちょっと違うなと思って。あー大事なとこだよね。では対するブルー、やっぱさプレゼン相手に対してリスペクトがねちょっと足りないのかなって思っちゃったよね。はいはい。ではなんかその資料の精度が低いっていう事実ってその裏側にある相手に気持ちよくその資料を読んでほしいから丁寧に作るわけですよ、わかりやすく。うん、だからそこの意思が感じられないのがやっぱねと思うんですよね。はい、チームブルーからは、食べてます、状況楽しんでます、小平くん LINE の方買おうと思います。おー、おー、はい、まあ、理由としてはこれコメントですごい書かれてましたよね、出演権買ったじゃんみたいな。あ、そうそうそう、あ、そう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 、あの時に私たちがずっと食べててそうなんです思ったよね、みんな買ってないんです、買ってないんですよ。いや欲しい、出演権俺欲しい。もう一くだりぐらいあるでしょ、出演権。そうね、あ、そうあるか。としてはまあちょっとこの場で、まあ、金額交渉して、まあ、どこまでいけるのかなっていうこのリアル感をちょっと楽しませてもらったんですけどまあ実際ちょっと LINE アットの運用作ったはいいものの、まあ、やらなきゃいけないなっていうこう運用担当者不足みたいなものは感じてたんで、まあ、実際この弊社としてもやりたいっていうところのニーズとマッチしていて、まあ、実際こう どういう過程で増えていくのかとかも多分視聴者さんも多分見たいなと思ってたんで、まあ、やってみたら面白いかなっていうところで、ぜひよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。はい、おー、これはお見事じゃない。これは追えますしね、結果をね、うん、動画で ね、 そうね、これ再生にもなるし、まあというところで、チームレッドからはお買い上げなしという結果です。悔しいよね、水木さんの表情。水木さん表情そうなんですよ、うん、僕もめっちゃ思ってさっきから。チームブルーからは、そうですね、初期費用のところを40万円プラス、2ヶ月分20万円分の運用というところで合計60万円、はい、60万円対0円というところで、水木ちゃんチームブルーの勝利です。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今回の審査ありがとうございました。あ、ちょっとありがとうございました。読んでいただき、ありがとうございます。ありがとうございます。大波乱起きるんじゃないのこの後ね。水木ちゃん責任感じちゃってるかも。あら、カットされたんだね、めっちゃ、うん、へぇ、言ってもうた。完全に1対2の構造になっちゃいましたね。そうですね。まあ、じゃあ一回振り返りします。そうですね、出演権はね、ほんとヒカルさんの言う通りそのまま、うん、なんかやっぱヒカルさんとかエミリさん含めやっぱ無償で出てくれるっていうものが、まあ、根底にあるから、うん、じゃあ今後他のシーズンの人ともコラボするってなった時に、じゃあなんでシーズン4だけコラボの時にお金払ってんだっていう不平等感も嫌だったし、うん、それリアルで言ってたしね。そうそうそう、うん、でかつあの本当に上から来る人間性が理解できないみたいな感じで俺は思ってたから、うんうん、だってこの時タメクニさん自身も直前にエミリンさんが出てくれてたのこの時期、うん、だからなんかエミリンさんも出てくれてるのに俺たちがお金もらうっていうのは確かにちょっとおこがましいと思うんですけどみたいな感じ言ってて、あ、もう私たちとしてもいやもう本当にその通りっていうかなんかうーんっていう、まあ、藤巻さんちょっとここバチってたからせっかく映らないのもったいないなって思ったけど、ね、あ、そういうのあったんですか、うん、ここが一悶着。基本ブルーが張ってるからさ、まあね、結構そこ見どころだったんだけどな、オールカットされてて悲しいです乾杯でした。うん、うん、まあね、悲しいね。そうだね、うん、めちゃ精神的に大丈夫な、だいぶ感じが病んでる、病んでる感じの、うん、うわー、だいぶ来てる、辛い。
やっぱ自分の意見も通らなかったからね、それで負けたのが悔しいんじゃない？もっと私の意見で提案してたら受かってたんじゃないって思ってると思うんだよね。あ、そっちの悔しさですね。うん、今までもみずきちゃんのムーブを見てるとそっちかな。そっか、まあそっちか。うん、だからやっぱりエリナちゃんとアイちゃんの案で言ったから落ちたじゃんみたいな。そっちだったらまあ大変だな。またもう一個。でも乗っ取った割にもちゃんと言えなかった自分に対する腹立たしさもあるとは思う。まあそうだね、確かにね。最初悲しみの始まりはやっぱ負けた、でも私やってればよかった、でもそれもできなかった自分はいろいろぐちゃぐちゃぐちゃみたいな感じだよね。男性対女性の構図に最終オーディションでなった時に正直めちゃくちゃショックでした。私が出たかったのタイトルじゃないなって思って、この時点で男性対女性の構図だから不利というか負けたみたいな感じなのかな。いまだにだから、まあ、ずっとそれを引きずってんじゃない。あー、そっか。だからなんか優秀な、まあ、男性とかと一緒に組んでてれば、今私のこの煩わしい悲しい感情にもならなかったのにっていう涙だよね。なんか男性女性関係なく別に優秀な女性がいればよかったってことじゃなくて、なんかその男性女性で区切るから。あ、でも俺も別にその通りだと思うけど、水木ちゃんはそう思ってるんだと思う。なんか根本に男性が優秀な人が多いと思ってるんだよね。うん、多分そっちの人ですよね。思想としてやっぱやりにくいんでしょ、女性同士。なるほど。あ、まあね、聞いたことないですよ、女性3人で起業って。あんまりない、まあまあ、世の中でも多分ほぼない気がしますけどね。どうですか、女性3人で起業。僕も思ったっす。いや、まあ、大変ですよね、本当に。確かにね。何も言えない。大変ですね。大変ですよ、しっかり。すごい親身な気持ちになってます。言ったら、一回移入できた。はい、ちょっとはすごい感情移入してます、今。カヌレって食べたことあります？カヌレって俺わかんない。俺も。あ、洋菓子かお菓子。待って、やばい、かわいい。期待室に帰ってカヌレってわかります？わかんない、わかんない。かわいい。カヌレ大好きなんだよ。大福とか好きだから。今笑ったことある。これがあのアンジュ後半のアラフォーに近づいてく2人とアラサーの会話です。確かに。かわいすぎる。でもめっちゃ喜ぶみたいな感じじゃないですね。まあまあ勝って当然だよね。ああ、まあぐらいは。はい、なんで？なんで大福みたいな顔で大福食べるんだみたいな、よく言われるんだけど、ボケだったの。小次郎さん怪しいな。いや、ちょっとテンション上がってるけど、それをうまく表現できてない人みたいになってる。共感能力低いかもしれない、意外と。共感能力低いのかもしれない、うん、逆にね、逆に確かに、うん、か、勝利で舞い上がっちゃって。まあ、そっちの気がしますけどね。じゃあ、ちょっと今わかります。わかりづらい。嘘、大福とか。いや、確かにちょっと思ったけど。大福っぽいじゃん。なんか、大福っていじっていい人なのか。いや、それは、だって散々いじるよね。散々いじる。僕はもういじらずにいられなかったのは、わー、ありがとうございます。お疲れ様です。こちらこそありがとうございました。あの、購入していただいてないんで、出演 NG なんですけど。あ、大丈夫です。ありがとうございます、今日は。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まさか。どうですか、どうですか。このままでいいのかなっていうのは、女性チームが。まあでも、さっき藤巻さんがおっしゃってた通りで、なんか相手なんか気にしなくていいじゃんっていうのが、その通りだなって。思います。長すぎますよ、マジで。長すぎますって言われてますね。いいですか。はい、あの値下げ交渉が入ったじゃないですか。あれで1円も値下げできませんだったら買わなかったですか。買わなかったと思います。おお、そうなんだ。あっぶね。買わなかったと思います。ギリどこまででした。まあそこまで厳密に考えてなかったですけど、まあ50万前後かなと思ってたんですよ。あ、50万前後してたら。はい、なので、まあ、本当絶妙なラインだなと思ったんで、いいなと思って、あのやり取りも楽しかったんで、それも含めて。ヒリヒリしたんじゃないの。だから結局僕らの準備金、あの4万しかプラスにならない。あ、そうです。そうだ、そこを考えて今売らないといけないから。チーム状況におけるなんか課題とかってあるんですか。あの、できる風を見せて
はいはい、全然出てない。この話なんか覚えてないわ。でもさ、こんな感じで言ってたんだね。チームの中で、ね、仲いい、いい、いい、いい。だからこうやっていじってくるから、うん、確かにそう。え、めっちゃいいじゃん、うん、なんかイメージ変わった、ね、すごい。え、小次郎、小次郎がそうなんだ。最初僕は楽になるよこれで、確かに思ったんですけど、うん、実は全然できなかった、はいはい、っていうのが最近判明して、うん、僕はそれにできなかったのにあんな言い方してたの、うん、っていうのはさっき、まあまあ、ただその僕とかは意外にその資料の作りってどうでもいいというか、見やすければいいじゃんっていうタイプだったんで、多分そこをすごく、逆に彼が作ってきた資料がすごいしっかり、うん、はいはい、おしゃれな資料だったんで、多分そこを多分ダメ出しされてるんですけど、まあまあまあ、なんかできなかったらできないんですよ、わかんない。プライドの塊で可愛いね。もう藤巻さんにちょっとでもマイナスに見られたくないっていうのを感じられて可愛い。すごい、もうなんかエゴの塊だと思う。自己主張の。わかんない。じゃあ、お願いするよでいいんですけど、パワーブとかも全然やってきたしっていう感じなんですよ。うん、それはそれはちょっと誇張しすぎだよ。それを過去ね、過去のやりたいとかじゃなくて、過去自分でやった時代もあるよって。可愛いなと思って、そのできるできないの中にめちゃくちゃ大きなグラデーションがあるじゃないですか。で、その自分が思ってるできると、その相手が思ってるできるってやっぱ絶対に差分があって、うんうん、そこのすり合わせができればいいんじゃないかなと思ってて、うん、出発点の前提だけすり合わせるようなコミュニケーション取れればいいのかなと思いますし、かつでもそれを逆に相手にぶつけられてる時点で割とこう仲は深まってるというか、うん、確かに、まあ、なんか話せてるのかなって、うん、優秀だわ。優秀だわ藤巻さん、見事だね。なんだろう、この安心感すごいね、うん、藤巻さん。違うよ、ここでやっぱ光さんがコメントしない時点でエンタメとしては面白くないよ。あ、分かってるんだ、それ自分で分かってます、分かってるんだ。重々承知してます。よかった。うん、確かにね、で終わっちゃう。コメントの余白を残さないとです。勉強になります。面白い。うん、で役割分担を今後決めていく部分、うん、で彼がリーダーでもう完全トップダウンなんで、うん、しっかり役割分担さえ決まっちゃえば問題ないのかなと思ってます。それぐらいさ、藤巻さんみたいなのやりたいんでしょうね、本当はね。本当はね。なんでしょうね。賢いじゃない藤巻さんで、なんかもう、うん、安定感すごいですよね。今日初めましてなんで、皆さんもなんか嬉しい、こっち下がりが、もう嫌、もうこれ以上痛くない。え、何喋ってるのかめっちゃ気になる。水木さんと喧嘩しないかな。いい、はい、水木さんと喧嘩してくれ。関係とか能力値みたいなとこ分かってないんですけど、なんかどういうことができてどういうことができないみたいな決まってるんですか、うん、あるんですか。もう根本的に私その今の、はい、じゃあ私が昨日の午前中に何をやってたかっていうと、うん、何をやってたか、みずきちゃんのやってきたこととできることを伝えてもらって、うん、あ、すいません、はい、私の質問が悪かったなって今思ったので質問変えていいですか、はい、さっきの一連流れを拝見した中では、うん、正直3人のバランスがめちゃくちゃいびつだなっていう感想を持っていて、まあ、今のお話でも多分お一人でなんか戦われてる感じですよね。で、まあ、サブでなんかお二人でセットで動かれてるみたいな感じだと思うんですけど、うん、その辺のなんかこうチームでの問題みたいなのってないんですか。短時間でもすごく感じられたんですけど、課題感じてらっしゃるかなと思うんですが、どうですか。はい、で、はい、まずリーダーに決めます。遮っていく、いいですね、質問、はい、で、A だから、はい、覚えてる。もうちょっとなんか喋ってたんだよね、うん、決まりましたと。はい、で、あ、リーダーですよね、はい、なので、うん、私はその、うん、今まで、まあ、自分がこう前に出てやってきた立場ではあるんですけれども、はい、一歩下がって、うん、リーダーを支える存在だろうって決めたんですよ。なるほど、はい、それ何年もかからず、はい、その立場がまだできてなくて、うん、それが現状です。本当に言い方もあれかもしれないですけど、腫れ物に触るようなコミュニケーションを取っているなって思ったんですね。で、ご自身がちょっとコミュニケーションずれている自覚はあるんですかね。いいぞ、いいぞ、来ました。もっと対話してたよね。対話じゃない。詰めてる。詰めてますから。コミュニケーションずれてる自覚はありますか。詰められる。おかしい、おかしい。藤川さん、カットしないでください。いや、いいね。これがやっぱ余白を残すコミュニケーション。コミュニケーションですね。突っ込みたいもんね。突っ込みたくなっちゃう。うん、
あるんですよね。でそれは多分水木さんが自分で直していかなきゃいけないところもあると思うんですけど、お二人が助長してる気がするんですよ。それってチームとしては最悪の状況だったと思うんですよ、うんうんうん、90万円なしでもいいですみたいな、うん、あそこでやるべきコミュニケーションではなかったですよね、うん、なぜなら買う気がなくなるから、うん、なんか本当に皆さんが一緒に喋るよ。なんかめちゃ抗議みたいになってる。恥ずかしい。スイちゃんだ。スイちゃんだ。エンジンブーン、今ブーンブーンって2回動かしたね。もう無理。早く終わって。いいね、気持ちいいですね。自分の保身ではなくて、その先にいる誰かにどう伝えるかどう見えるかだから、うん、その今やってる行為がどれだけ私たち、ないしはその先の視聴者が買う気をなくすかっていうところに考えを持っていった方がいいんじゃないかなって思ってます、うん、なんかいつも質問した時になぜそれに至ったかの過程をまず喋り出すんですけど、うん、それって求めてないんですよね、うん、だからそれを話されると、え、何の話してるのってみんなが違和感感じちゃうと思うんですよね、うん、でおそらくお一人でそれを自覚するの難しいから、タイミングタイミングでお二人が言わないと、うん、難しいと思ってる、多分気づいてると思うんですよ。でも言うのめんどくさいってなんとか、これ3人そもそも波長合ってないですもんね。断言していく。これあれでしょ、マリアちゃんが4人目のメンバーで3人の中ぶち壊して乗っ取ろうとしてるんでしょ。もっと喋ったじゃん、楽しくワイワイ1時間ぐらいワイワイは絶対喋ってない。波長合ってないですもんね、はい、だからこっからだよね、本当にこっからこうマリアージュ生まれていくよねっていう。マリアージュ、マリアだけね。いいね、はっきり言った。だから合わないっていう前提の声とかよくって、なんか合わせるかも。しゃべりすぎて、うるせえもう。僕も次場面切り替わると思ったし。ほんと無理。使われすぎ無理。やっぱこういうことだね。切り取られるっていう才能ですからね。ほんとにやめたくない。合わないと思う、この3人は。もういいって。いやー、うん、ミッションズの結果が出ました。素晴らしい、素晴らしいですね、はい、いや、でもやっぱこの LINE のやつはやっぱ単純にまあなんかこう、まあ、僕も LINE ってそんな効果あんのかなって単純に思っちゃって、はい、じゃあ自分の会社にそれもし取り入れてやったらどうなのかなと気になったし、うん、はい、だからまあ採用する理由は全然わかりますよね、はい、あんだけ自信満々に言ったらまあ本当そうなんのかなとも思いますし、うんうん、でもなんかやっぱこうシーズン1の2人がなんか明らかに優秀すぎて、はい、今回の回で全員がレベルアップするんじゃないかなって感じましたけどね。そんな風にこういう刺激が入っていただいて、やっぱタメ君とか小次郎さんもやっぱ結構なんかこう藤巻さんの話聞いてちょっとかなり改心したじゃないけど、なんか意識入れたって気がするんですよ。そうね、響いてるっぽかったもんね。あとはまあ水木ちゃんがこう問題って思うんですけど、まあ残る2人もじゃあ問題ないかってやつで結構全然問題あると思うんで、そうなんだよね、そこに2人が引き抜けたと思うんで、今回それ本当に見て思った。初めましてだと水木さんの違和感がすごすぎて、なんかもう本当1人だけすごい爪痕残してたんだけどね、うん、やっぱ投資で見るとうん全体がやばかったっていうね、うんうん、今回水木ちゃんが一方的に責められたんですけど、うん、それを全部水木ちゃんのせいにしちゃったら多分もう終わっちゃうと思うんで、うん、うん、そうだね、本当に申し訳ない、それは波長が合わない、マリアちゃん波長…まあ、一度も会ったことないですね。一度も会ったことないですね。やっぱ全員思ってるし、会ってないのに感情的にやってるからダメだと思うんですよね、うん、会ってない人とは僕、機械のようにやるべきだと思うんですよ、うんうん、例えばヒカル君、どういう風に機械的にやるの。いや、もう本当にもう完全に分担決めて口も出さないっていうレベル感で、へぇ、任せき口も出さない、はい、本当に、まあ、結構もう心消せるんで、すごい、はい、消せます。機械的に接する、はい、根本の性格があるから、はい、そんな簡単に治らないじゃないですか、スイッチ入っちゃったり。リーダーのエリナちゃんがもう一個上のステージに行って、ミユキちゃんをちゃんと褒めながら、うん、こうコントロールしていく必要がありますよね。はい、だから本当笑顔で水木ちゃんありがとうとか言ったら多分水木ちゃん喜ぶと思うんですよ。うんうんうん、それをやらないんで、思ってなくても、はい、ゆったりとかケアしてあげる、はい、それが心を殺すってことなんで、やっぱり、うん、はい、深ー、やっぱすごいね、深ー、めっちゃいいじゃん。10分ぐらい喋ってあげたらエリナちゃんと、うん、でも今とかこれだって今の話もしてあげてよ。もう多分だいぶ進んでるんで、リアルタイムで、はい、すごい、もうチーム違うかもしれない、下手したら誰かいないんで、もう
アドバイス届かない。そうですね、はい、そうだよね、ノンタイトルはそれがあるもんね。そう、なんかパレちゃんが女性が話したじゃん。なんて俺も女性が話したの。あ、そうなんですね。そう、なんか、はい、カメラ回ってなかったんだけど、あ、はいはい、ディレクターに言われて、うん、ちょっと話してくれっつって、うん、エリナさんとアイさんは号泣してたの、うん、話して、うん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 、でも瑞希さんだけは、うん、なんかちょっと泣いてんだけど、なんかもう心ここにあらずみたいな、いつの人みたいな感じになっちゃって、おー、うん、コンコンって入った瞬間、うん、ドヨーンとして、その空気感やばいな。それを作ってすいませんでした本当に。あ、そういうことか。マネさんが話した後に、あ、そう、話した後に話して、まあなんかドーンとした空気で話した後に二、うん、人とも泣いてて、これは無理だと思って、まあそうね、どう立ち直すんだろうと思って。でもやっぱその始まりは瑞希さんなの、やっぱり。うーん、アイさんはみんな見て分かるように今こう中間的なポジションにいて、エリナさんもやばいと。うん、だから結局それぞれが同じ方向に歩み寄って近寄っていかない限り、うん、まあ、そもそも根本的に解決しないよって話で、うん、なんか合わないし合わせる努力もしてないから、うん、そりゃそうだよねあなたたちって話をしたんだけど、うん、これはねなかなか大変だなと思って二人でそそくさと帰ったよね。本当に、でも本当にありがとうございました。あと LINE がね、概要欄に、あ、そう、もうそう、タメクリさんたちの手腕が見れるよ。見れます。おー、始まってるんですね、うん、もう運用してくれてるんですね、うん、そう、すごっ。概要欄に新しい URL とかを貼るんで、よければ皆さん見てみてください。いや楽しみ。はい、いや、どっちか運動とって、まあ、勝敗だね。ミッション2、うん、無事購入いただきましたね。お疲れ様でした。乾杯。うまー、ビールうまー。コースは食べこれ全部作った。あ、作った。今日は、食べてください。カロリー高そうだからいらない。野菜酒飲んでるからいい。野菜いらない。野菜食べないと栄養悪いよ。栄養バランス悪い。ここまで見たら、タメクリさんが面白くてしょうがない。うん、やっぱやばかったんだよな。いつ食べてんだろうね。ね、ほんとだね。ずっと食べない、食べないって言ってるもんね。酒しか飲まないじゃん。ね。うん。バランス悪いよ。そんなん食べてるからデブなんだよ。おい。絶対言われる、私。今日論破された人ですよ。論破された今日ね、論破されたよね。あれはね、初めて見た俺。俺なんか、俺あれ言われた瞬間、はっ倒してやろうかと思ったんだけど。なんで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 、はっ倒すようなことじゃないよね。うん、だって関係ないよね、うん、っていう話、ね、そう思っちゃうんだね。ね、うん、意外だった。だからここにやっぱプライドがあるよ。あ、ね、意外意外。まあ論破したつもりもないけど、その論破されたって言われたことに対してのあーピクってなっちゃうんだろう、ね、うん、ブレイキングダウンじゃないしと思ってやめて。しかも男女はダメだよ、まあ、てかさ、まあ、男女、俺らだけでもあれだしさ、まあ、とりあえず今日はあれだね、女子呼ぶ、わかんない、まあいいんじゃない、まあ心境も聞いてみたいし、いい、ダメだよ論破しないよ。ちょっと行く、2人が行くとさ、いやだからちょ、呼んできてるじゃん。僕がちょっと呼んでみますんで。女子ご飯ありなーって言うよ。いつの間に作ったと。あ、お疲れ。早ー。確かに。お疲れしー。お疲れ様。あ、女子の分もあるよ。わ、ちょっと久々にお酒飲みたいな。飲め飲め飲んだ方がいいでしょ。じゃあ、ほな、皆さんおめでとういただいて、とりあえずミッション2、綺麗、お疲れ様でした。みんな頑張ったな、うん、乾杯。乾杯。お疲れ様です。いいね。こまりあちゃんだったらもう参加しないでしょ、この回。ね、なんでなんなのこの印象操作。私は別に参加しない。見て、どの立場の私。あ、でも参加者か、女性が。そんなことない。じゃれて、みんなと乾杯する時間あったら自分で授業考える。ね、そういうタイプじゃないの、知ってるでしょ。いや、ここにでもマリアちゃんいたらおもろかったな、もっと。でも私、女子と仕事得意だよ。どうですか。多分得意だと思います。ねえ、ちょっとね、ちょっとね、もらった、もらったし。今、雇用の関係働いてるし。小次郎は、俺が授業案ずっと考えてる間、ずっと料理作ってるイメージ。それね、そうなんだ。違う違う、それは、俺ね、多分一人の時間が欲しくなるんだと思った。あ、タイプ的に。でも寂しがり屋だから人といたいな、本当は。難しいな。でも寂しがり屋って自分で言うタイプなんで。確かに。違う方に働いて今。マイナスの方に働いて。そこは違うんだ。女性の前
前の小次郎さんって結構ベールまとうイメージ、ね、であそれも女性受けを狙った一言なのかなみたいな、自分の開示じゃなかった私の中では。ああ、なるほどね。俺は自分の開示に映ったんだけど、俺はもちろんどっちなんだろうね。でもちょっとデレッとした感じが出てる。うん、そうそう、そうなんだよ、自分でめんどくせえなと思ってる。どっち？僕はずっと人といたいですね。あ、そうなんだ。意外、なんかほんま意外やな。で、ナンパとかしないでしょ。ナンパ、しますよ。してましたよ。で、ナンパって超簡単なんですよ。ナンパとノーパって次回予告。あー、次回予告、なんか次回予告ふざけすぎてんなと思って。ナンパはビジネスと同じだみたいな。で、ナンパはもう論理的にみたいな。なんだっけ。ビジネスはナンパだみたいな感じですよ。うん、そうそうそう。で、基本的に解消してあげればよくて。で、基本的にいちいちはやったことないんで、うん、まずそのグループナンパっていうのを前提で考えると、女の子の懸念ってまず3つ解消してあげましょう。グループナンパって何？ワードすら初めて聞いた。男性2人で女性1人とか女性2人行くっていうナンパじゃない。あー、そういうこと？だと思うよ。まず一つで言うナンパすらロジカル。あ、これだ、ナンパすらロジカル。一つ目、つまんなかった場合に長時間一緒にいなきゃいけない。どこで字幕の時間交差で。確かに確かに。ここに字幕つけるとこで。おもろい。でもちゃんと学ぶところみたいな。いけないんじゃないかリスク。はい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 。確かに。間違いない間違いない。二つ目、チャラくてやりもくの男たち。あ、嫌だ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 。で、三つ目、もしかしたら割り込むな。あ、それも嫌だ。確かに。はい。どう解決するんですか。まず、僕、お忙しいとこすいませんってこれ。今の小次郎さんの、ああそれ嫌だって発言って、こういう感じの中で気に入られるやっぱポジションにいるんだろうと思って、上の人たちから多分気に入られるだろうなと思って、なんか上手いなと思って今。確かに入り方が。で、今先輩たちと飲んでて、もしよかったら一杯でご馳走させてもらえませんかって、はい、本当一杯飲んだらもうそのまま抜けていただいていいんでってやると、誠実でかつちょっとかわいそムーブで、一杯飲んだら抜けていいとか10分だけでいいんでって言って呼び込むっていうのが今の漢文の中に全てが盛り込まれてる。すげえな。はい、でかつ僕の顔があるっていう、今はちょっと微妙なので聞いてます。大輝さん、自分のこと本当にめっちゃイケメンだと思ってるから、えナチュラルにかつ僕の顔があるってみたいな、え本当に思ってんの、えっ、はい、あの20代の頃の話なんで、講演会やってもらっていい、俺が付き合えるホストクラブのさ、ねもうじゃない、もうこれ以上ネタないんで。どういうリーダーが一番そのチームレッド必要だと思う。真面目な話な、思った。やばい、時止まりすぎでしょ。放送事故かと思ったよ。編集で音消しちゃったのかと思った。え、死んだ。俺死んだ急に。あ、じゃあ分かった、俺ら男が女の子のリーダーはこの子であってほしいって言ってたのがあります。誰だと思いますか。あ、そんな話してたの。はい、で、満場一致でした。愛ちゃん、でも私も愛ちゃん、なんかいいのかなって、なんかその結局ここでその話が難航するっていうところとか含めて、愛ちゃんがいいんだろうなっていうのはすごい思った。タビフィさんのさ、返答を当てに行こうぜ。正解。言い方言い方含めて、その自覚はあるんだね。ああ、そう、分かってるじゃんみたいな感じの感じが。解像度高いね。タメクリ解像度高い。ないない、なんか分かってるじゃん的な感じだったっす。あ、分かってる、なんか分かってんだら、なんでやんないよみたいなかなって感じ。言葉は必要ない。うわー、当てられたな。短さ的には合ってる。合ってる、正解が申し合ってます。これめっちゃ面白かったな。それそれ、全員がエリナだってくれという。そういうこと。タメクリさん、エリナさんのこと狙ってる。ワンチャンだと思ってる。おもろ。あ、そっか、そうなんだ。全員はエリナさんがいいんだね。うん、見てるとまた違うのかも ね、近くで。うん、確かにだったんで、まあ理由は一旦いいけど、まあ、泣いちゃうじゃん。自持って頑張ってみたらいいんじゃないですか。うん、僕はこの3人だったらエリナが引っ張っていくのが一番いいっていうのが、まあ、いろんな経営者を見た気とまま、あんま付き合いが浅いんで、別にそんな全然ずれてる可能性はあるんだけど、まあ一旦3人が3人エリナがいいんじゃないって思ったんだから、もうそこは自信持って頑張ったらいいんじゃないですか。泣いちゃうね。
泣いちゃうよ、食べちゃうえ、じゃあなんか嬉しいはなんか嬉しいって受け止められるから無口でもいられないんだけどいや泣けちゃう、ちょっといいね、いいシーンだね。このつかの間のさ、ほっこりタイムあるけどさ、女性陣のこの絆はまだできてないんだもん、多分、うん、今すごい最悪の場面になったよ。そうだよね、うん、ね、うん、水木さん不要だよって言ってるようなもんでしょ、うん、ある意味、うん、そうだよね。あと、なんかやっぱり男性陣からみんなエリナさんがいいっていう承認を得たから、うん、エリナさんは変わらずにいっちゃうかもしれない。エリナさんもある程度成長したり変わったりとかって多分このタイミングで必要だと思うんだけど、肯定されちゃったこのコミュニケーションで。でもこれが今までもずっと起きてんだと思う。うん、確かに。そして強権と出したんだと。だけど動画で見るからね、こうやって後からチームにとってはもう少し早い段階で全員が変わらないといけない気もするけど、でもそのある程度同じ方向向いていく上では、うん、その周りから立てられた方があれなんじゃないですか。そうね、そうね。こっから揉め合うより、うん、もう一人をこう周りから上げられたら、確かに他の二人も認めざるを得ないという。あ、そっかそっか。まあでもそのパターンもありだから、うん、まあ、何が果たしていいかは自分が決めればいいんだけど、うん、結局確かにヒカルさんだってめちゃくちゃ叩かれた時期も、うん、まあ、前あったわけで、ヒカルさんは自分がやってること正しいと思って、でそれにまあ人がついてきてるから、うん、まあ、こうなってるんだけど、うん、じゃあそれをエイナさんがそれやってった先に人がついてくるかどうかが何年後かに答え合わせみたいな。うん、確かに。自分の人生において食っていいですか。食べて。次のミッションの目標は事業計画を考えろ。ディール食べた。ディール食べた。でも周りは食べてない、ね、一緒に。そろそろ美味しくない。ディールマジ美味しい。はい、もう事業計画を考えろ。あ、マジになってるよ。ネットはなんか仲良しになってるの、これ本当に笑顔になれるでしょ、喧嘩してても。いや本当に、まあね、まあね、結局男同士だったらムスッとしてるから多分。確かに結局ね、この後のミッションでどうせ首ルールが来てまた揉めますよ。問題の解決じゃなく問題を先送りにしてるだけなんで。確かに。誰が首になりますか。あ、でも男性が負ける可能性もあるのか。そうだよ、うん、男性が負けるイメージかも。そんなことない、だって逆に首の前に追加メンバーがっていう可能性もないですか。あー、今まであったっけ、うん、そのパターン。あ、まあ、つとくじゃん、うん、うん、とか、なんかまあ正直スタッフさんが見かねて、うん、これはちょっと一人入れとこうみたいな感じになるかもしれないです。確かにありえるありえる、うん、なんかもうそれ事業の話とかしてる。うん、でもなんか、おのおのでとりあえず考えようみたいな。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。それでは、私が来たということは準備はよろしいですか。はい、はい、次のミッションを発表します。はい、ミッション3、ビジネスプランを考える。やっとだー、やっとだー、やっと問題が始まった。ほぼ同じ言い方で、ね、考える。予想しましたここで来ました。やったやった。2週間後にプレゼン形式で皆さんも発表していただきます。プレゼン時間は10分、プラス質疑応答です。判断する方は起業家および投資家計5名いらっしゃいますので、その5名に対してプレゼンをしていただきます。そのうち支持の多かったチームが勝利となります。もう私もやってるんで何も言えませんが、もうピボットとかやめませんか。見たいよね、うん、そろそろ。でも最後まで貫いてたよ。盆栽、盆栽、盆栽、そうですね、盆栽か。そうだよ、忘れた。うん、でもやっぱ最後にまで貫いて完璧なプレゼンを見たい。わかります、気持ちの入る。わかります。お願いします。お願いします。飲食コイン。なおですね、今回クビルールございます。あ、ありますよね。ただし両チームが満票であれば両チームともクビはございません。え、あった、こんなの。そして過半数に達しなければ勝ったチームだとしてもクビが発動します。え、なるほどね。勝っても厳しい。2対0だと両方。なるほどね、両方勝ったらね。いやー、おもろいな。ちゃんと振り落としに来ましたね、ね、番組側が。以上がルールですが、ここまでで質問とかございますか。はい、はい、今回はマジうまいっす。青木塾ってないんですか。私たちもできたら、はい、青木塾になりたいです。必要であればやりましょう。はい、お願いしたいです。わ、はい、かりました。適切なアドバイスができればと思ってますんで、やります。はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様です。
緒に頑張ります。質問じゃなくて、はい、感想なんですけど、はい、僕もともと事業ほぼ固いやつ考えてきたんですけど、はい、この番組ならではで、僕ならではで、かつヒカルさん、ミクルさんと相性がめちゃくちゃいい事業がこれ聞いて出てきたので、お早く打ち合わせに入りたい。はい、わかりました。長い長すぎる。いやでも僕もマジで全然そういうのやろうって一ミリも思ってなくて、うん、あれやんって思って、青木さんの言葉からのチョイスでなったんですよ。あ、じゃあディスられたわけではないと。あ、いやいや、じゃなくて僕はここにすごく失礼な言い方すると、うん、何も期待してなかったんです。どうせし一貫性あるんだよ、タレクニさんは。本当に確かに逆にね、信頼感がある。うん、確かに何も期待してない思ってても言うなよ。そのこと言うだけなのなみたいな、素人向けにさって。で僕15分前ぐらいから15分前ぐらいパンってなってめっちゃソワソワしてたんですよ。ずっとちょっと気づきがあったってことですね。ちょっとっていうか完全になんか人生初めてのインスピレーションみたいな、楽しみ。感覚でちょっとこの戦略のワクワクが止まってないんです。心から嬉しいです。ありがとうございます。はい、青木さんの心を掴んだね。掴んだね。うん、ためちゃんのいいですか。もうパーン広め、もうワクワクして。待って、笑った？笑ってんだろ。わかんない。いや、めっちゃ時間。でも青木さんと話した時にもうワクワクしすぎて手は震えてる。起業というか、カーブというか、あ、そっちみたいな感じで思われると思う。変化球とか。変化球。めっちゃ分かる。まあ。じゃあ結論から言うね。うん。テラスハウスを作ります。で、どういうことかっていうと、僕はテラスハウスがなくなったことが結構人生の憤りではある。ああ、で、っていう人がたくさんいると思う。好きなんだ。で、今 YouTube として、いきなり今新しいものを作って伸びる時代ではないわけ。でも、僕のチャンネルの方で恋愛企画をやるとそもそもめっちゃ伸びるんですよ。アベレージ3万が10万超えるし、うん、で、それこそ青汁王子とかエリスジャップとか中町兄弟とかがそのバチェラー企画のなんつうの、リメイクじゃなくてなんて言うんだっけ、その真似事みたいなやつ、パロディもう普通の再生よりも超伸びてんだよ。で、青木さんと相談してノンタイトルがそもそも儲かってなかったらなしの可能性はある。でも、うん、ノンタイトルがシーズン4までやってるってことは利益が出てるから、うん、俺はテラスハウスを作る会社を立ち上げたい。ネットフリック出たい。どっからインスピレーション得たのか教えてもらっていいですか。テラスハウス、まあ、だから恋愛バラエティがやりたいってことだよね。恋愛リアリティショーでしょ、うん、この昨今恋愛リアリティショー戦国時代において、うん、確かにね。どういう、それこそ8筋なのっていう解説ありますか。ないです。ないですよね。なんでタメクニさんがテラスハウスやりたいの。そう、そこなんだよね。タメクニさんが作るテラスハウスに今のところ興味が持てない。まあまあちょっと聞きましょう。そう、でも案があるかもしれないから。ネットフリックスの恋愛番組といえばテラスハウスだし、アベマの恋愛バラエティといえば今日好きになりましただし、YouTube の恋愛バラエティといえば何ある。ないね。ないね。ないね。がその番組とか俺らが決めていけばいいと思うんだけど、これ100万人とか全然あると思うのよ、僕は。大好きそうじゃないですか。めちゃくちゃいいじゃん。なんで分かんない。2人にそんな響いてる感じもしないけど、響いてなさそうだよね。うん、あんだけ今までロジカルだったタメクニさんがいきなりふわっとした話をし始めたから、おれれれれってなってます。やっぱりこじらせ系なんじゃん、恋愛が。あ、そう、恋愛はこじらせ系なんだ。うん、だから理想系、テラスハウスとか自分の青春時代の恋愛のバイブルみたいなのに、うん、だから蓋されてた部分に、うん、だんだん自分がこう出て注目されることで、うん、そっち側に行きたいが、うん、やっぱ根底にあるのかもしれない。うん、強いこう意図、意志として、うん、かな。そっかまに全然あると思う。本当にどうやって作るの、全然イメージ湧いてない。でも戦略あるのかな、ね、マジで。うん、着手じゃなくて本当にやりたかったんですよ、ね。うん、嬉しそう。コンサルティング、人材でやるかと思ったら全然違かったですね。エイヤちゃんオーディションでどんな案考えてきた、概要だけでいい。なんか、うん、それこそ例えば、結構いいかも。イベントで結局じゃあ何万人とか何千人とか、まあ、何百人ってこう一個のイベントに遊び来てもそれで終わり、はい解散みたいな感じだけど、例えばその就活につながるとかって思ってて、オーディションで出した案まず知りたい。あ、OK、それを今話してるよ。ああ、うん、怖いって。すごいね。はい。怖い。
怖い。怖い。なんかそのイベント事業をやるだけじゃなくて、うん、遊びに来たお客さんと一緒に仕事ができるような、 なんか環境っていうか、なんかちょっと難しいよね。イベントに来たお客さん、なんて説明するのが難しいよね。自分で言ったんだと思うんだけど、多分、うん、イベントに来るお客さんとのビジネスマッチングがしたいってことだよね。多分そうだと、うん、さんとのつながって、そこから派生させてビジネスモデルを作るってこと。ちょっとどういうことだ。私のこの40ビジネスマッチングだから、ビジネスモデルではないんだよね。そう、ビジネスマッチングだと思う。いや、そのつながりがあって、じゃあ私が主催したイベントがありました。でそこに来てくれたデザイナーさんと建築家が一緒にマッチングして、同じ物件のデザイン作りましょうみたいな。ノンタイトルは事業を作った経験のある人が一人は必要だね。必要だね。うん、必要です、うん、ねってこういう言い方相手にしなくないですか。はいはい。30ぐらいの子って特有なのかなって思っちゃう。そうですね、徐々に特有は抜けてきますからね。盛んだしね。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。どうぞおかけください。さあ、テラサーズビジネスモデルを今煮詰めてるところですよね。はい、そうです。今回の事業としては、うん、第2のテラスハウスを YouTube チャンネルとして立ち上げるっていうビジネスモデルで、うん、で伺いたいことで言うと、ノンタイトルの収支と、サムライパートナーさんの観点から、一応ノンタイトルと同じような構成で作る想定なんで、それをそもそもやっていいのかっていうご回答いただきたいなというふうに思っています。そんな恋愛リアリティショー3人とも好きなの？2人の意見はほぼ聞いてない。まあ、僕もバチェラーとかバチェロレッテとかもうめちゃくちゃ見てますね。ああそうなんだ、はい、まあ確かにね。一応言える範囲で言うと、まあ、僕らはノンタイトルってやってるじゃん。はい。であれは、ワンクール3ヶ月間を年2回ぐらいかな、はい、でやってきます、はい、で基本的にはアドセンスってほとんどいかないので、はい、アドセンスはそもそも興味の対象外です僕ら、はい、うん、で、まあ、スポンサー収益で、番組を、まあ、お金を集めて、はい、でそれ引く制作費の部分が、はい、最終的に残る利益ですよね、はい、でこれ自体はあのサムライパートナーズという YouTube のプロモーションの会社の中でいうと、はい、別にそれで食ってるわけではないので、はい、ここがメインのビジネスモデルになるってことですよね。はい、そうです。おお、その先に何するっていうか、ここの客玉りは価値なんで。いや、そうですね、はい、これに対して何するかをなんか作りたいよね。だ僕だったら、今言ったレンリアで、レンリアの中でもなんかレンリア大好きな人だけじゃなくて、ちょっとなんかバーティカルにしてもいいのかな、うん、なんかこういう人の属性だけで恋愛リアリティショー。大木さんもさ、なんかチームメンバーぐらい意見出しし始めてるの初めてじゃない？うん、確かに、うん、なんか深掘るんだと思って。ね、本当に。いや、なんでって言って、なんかその突き返すと思ってた。相乗りして意見出し始めてるから、うん、今までのスタンスと明確に違う気がする。やっぱり民国さん、青木さんの心がっつり掴んでますこれは感じられますね。感じられますね。ええー。リアリティショーやってみるとか。ああ、うん。例えば全員子持ちですとか。なるほど。で、あの子供向けブランドとか、あのそういうのを、そう、新ママとシングルファザーとっていうのをくっつけて、ね、まあ子付きレンリアみたいなのを、はい、例えばやったとしたら、そこになんか広告になるものを入れてこれるじゃないですか、はいはい、おじいちゃんおばあちゃんだけとか、なんかそういうものをやっていくと、そこをギュッと集めてるのって、その10万人集めてるのってすごいですよね、はい、っていうんだと、これ自体がビジネスになりそうな気がするので、はい、そうです、ね、あれやりでしょ。うちらはね、もうめちゃくちゃ事業案出してめちゃくちゃ却下された経験がありますから、確かにね、正直えってなりますね、うん、ちょっと引いちゃってます私だってなんでこの3人が恋愛リアリティショーするのかも分かんないし、なんか本当に好きなのかもよく分かんないし、恋愛リアリティショーなんて腐るほどあるわけで、その中でまあこぶつきって青木さんを表現してたけど、まあなんか別観点にするのもまあ別にそれも出てきてるじゃん、なんなら、うん、まあてか俺そもそも恋愛リアリティショー見ない人だからさ、よりあれなのかも。私は恋リアで重要なのは運営者が分からないことだと思って
ていて、その観点考えたことない、はいはい、数ある連理屋って本当に炎上してるし本当に叩かれてるしってなった時に、まあ、もちろん出演者にもヘイトがいくんだけど運営にもヘイトがいくのね、うん、誰がやってるかで結構その恋愛リアリティショーの見られ方って変わると思うから、こういう風にタメクリさんがやってるとか個人がやってるって発信してる恋愛リアリティショー見たことがなくて、それには理由があると思うの。あんまり得策じゃないんじゃない。テレビのさプロデューサーってさ、うん、名前売れてる人いるじゃん。例えば、うん、あの YouTube やってる、うん、佐久間さん、うん、あれノブロック TV の佐久間さんがやる企画だから成り立ってる面白さあるじゃん。確かに、うん、まあ、そのタメクリさんがもちろんそれにならなきゃいけないポジションはあるんだろうけど、うんうん、そっちの観点はないのか。だから恋愛でしょ、うん、恋愛においてこじらせてる人がプロデュースした恋愛リアリティショー誰みんなって感じじゃない。その中で起こったことに対してやんや言いたいし自分を投影させたいわけじゃん視聴者としては、うん、だからそれをプロデュースしてる人が見ると、私はもうそもそも例えばタメクリさんが演出してる時点でこじらせてる人がやってる恋愛リアリティショー絶対面白くないじゃんって思っちゃうのね。まあ、もしかしたらこじらせレンズを集めてるとかって面白そうってかもしれないんですけど、どういうコンセプトかによるけど、普通に一般の人集めて、じゃあなんかそういう新ママとかでなんかセグメントかけたとしても、うんって感じじゃない。うん、そうなんだよね。そもそも恋愛リアリティショーが面白いところの本質って何なの。やっぱり恋愛ってみんな課題感あるからじゃない。全員に共通して持ってる要素だから。なんかその例えば AGA とか美容とかって対象者がやっぱり限られてるけど、恋愛は等しく全員にあるじゃん。だからいいんじゃない。そうですよね。なるほど。自分の経験とかを放映させやすいじゃん。でしかもさらに一般の子が出てるのが最近流行りじゃん。はいはい。昔はこの芸能系っぽい子ばっか出てる感じだったけど、はい、今一般の子が出てるから、あ、私も出れるかもとか、うん、俺も出れるかもっていう、それがいいんじゃない。あー、なるほどね。どうでも目線で見てる人はでもさ、そっちの方が少数でしょ。さすがに全体から出れるかもあれだけど、でもすごい親近感があるね。友達みたいって言うじゃんみんな。なるほどね。うん、それこそさっき名前上がって中町あやちゃんとか、うん、エビーちゃんとかもそうだけど、本当になんか近いじゃん視聴者と、うん、そういう子たちって結構レンリア出身だと思うんだけど、若い世代の子、うんうん、友達の恋愛見てる感とか、うんうん、あ、確かに確かに確かに。それをタメクリさんがやるっていうことに対してなんか、うん、うん、なる、分からないですけど。分からないですね。ねえ、まあ、見てみますか。わあ、もうこすりにこすられてることなんで、うん、結構きつい気もするんですよね、うん、僕は。そうなんですよね、普通にやるときついですね、うん、まあ、そのノンタイトルがあるんで、はい、僕が恋愛リアリティショーしなかった理由って、恋愛リアリティショーがすでにたくさんあったからなんですよ、うん、で、企業リアリティショーはなかったんですよ、はい、だからこれだったんですよね。それでそこそこうまくいったって話で、うん、恋愛リアリティショーの難易度ってめっちゃ高いと思ってて、特に若い子なんですよね、リアリティショー見るのって、うん、だから、おっさん3人がやったところでちょっとどうなのかなと思うんですよね、うん、まあ、取り手がね、うん、いや確かにね、うん、で昨日の話さらっとした後に、うん、一旦今のだけ言って、はい、はい、もう声の音が怖い。確かにね。確かに喧嘩押しの声だもん。うん、高さと強さと速さと。確かに3つかな候補。うんうん、ああ、ズームなんだね。はい、どうも、お疲れ様です。お願いします。まあ、3つ4つぐらいちょっとなんかこう聞いてもらって、まず深掘りそれ以上する必要があるのかないのかっていうところも含めてアドバイスもらえたら嬉しいです。はい、よろしくお願いします。お願いします。ちょっと事業案として考えてきたものをちょっと青木さんにどんどん聞いていただきたくていいですか。ちょっとで、今日今から話す案はそのマネタイズというかその予算のこととかは、これをそもそも深掘りしていいかどうかによって、あの聞ける先も変わってくるし、これからアポ取る先も聞かなきゃいけないので、でちょっとさっきの話をリーダー言ってもいい。どんどん行きましょう。どんどん、はい、まあ、長いんですよね、ちょっとね。私たちにしかできないビジネスって何かなって考えた時に、月に1回訪れる生理、はい、で、これのナプキンをトイレットペーパー型にしたものを日本で広めたいですと、うん、で、これご存知ですか、青木さんって。見たことない。これアメリカで今普及していて、アメリカでは当たり前のように設置されています。空港とか当たり前なの。当たり前なんですって。で、私も本当にみんな知ってる。じゃあ当たり前じゃないんじゃない、アメリカとかでも。いい。これって何、需要どれぐらいあるの。さっきの時の答えが、ね、それな。
そこもめっちゃ違うよな。レフィが今これから新規作ってどんぐらい授業あるのだよね。まあアメリカであったり常識になってますわ。まあもう一旦流しましょうよ。その先聞きたかったの、はい、そう。でもやっぱ新種が結構出ちゃうだいぶね。だからやっぱここが僕が常々言い続けてる一貫性がやっぱ欲しいなというところでして、やっぱ同じようにその前回のあの補助助かの時のあのおにぎりの話しかりだけど、やっぱ同じ風にフィードバックしてほしいなみたいな、もしかして切り取られてる部分もあるのかもしれないですけど、欲しいなって思いましたね。まあでもね、一応の時は等しく結構ボロクソに切られまくったからね。いやボロボロでしたよ本当に。いきますか。うわーすげーって、そうそうそうっていう感覚ある。自分の友達も含めて私の周りはありました。この数日だけでも、病院の看護師さんとか、例えばこのさっきのトイレットペーパーのあのあれです。ごめん、ちょ待って、あのガーッと押し込むとあの、はい、みんなそういう風になっちゃうんで、はい、フラットに僕は今話をしてるけど、はい、うん、まああったら素晴らしいなと思うんですけど、その実際そうなり得るのかなっていうのはあ、これもまだまとまってないんだ、3人で。あんだし段階で壁打ちしてるみたいな感じだよね。あこれしんどいね。でもその愛ちゃんの言ってるのも別にそうなんだけど、実際そうなり得るのかなは、これがいいと思ってんだったらそうなるためにやんなきゃいけないから、そうなり得るのかなは他人行儀すぎるんですよ。確かに本当に、うん、だからそれも気になるし、みずきちゃんは話し方がババババババってタタタタンっていくから聞いててウィーってなるんだよね。そこゆっくり話したら多分すごい聞きやすいのかなって気がします。なんか今の日本だともしこういうのがあったら多分めちゃめちゃ取っていく人いそうだなとか。どうなの、女性目線的には。え、正直ロールで置いてある意味がわからない。月に1回だし、その常設してる必要はまずないなって思うのと、フリーで置いとくってことなのかな、企業に。それはまあ助かる人はいっぱいいるんじゃない。だからマネタイズどうするのって感じ。どういうところに置くんだろうね。だから国でやるとか。まあ行政導入とかそういう話ね。で病院とか。結構課題感があるもんなの、そういう。まあ、調節されてないこと。なんかさ、トイレによってさ、高級店とかだとさ、そのトイレのあれにナプキンとか入れてるとかあるじゃん。こういうみたいな感覚なの。どうなんだろうね。アメリカは誰がお金払ってて、どうやってこうなんか常識になってるのかがめっちゃ知りたいかも。まあ、でもこの女性のなんでフェムテックに目つけてるのはいいんじゃない、入りとしては。まあね、女性がなるならではのね、ドメインではあると思うから、まあ、それがなんかこう実際どうなのかっていうのが。だってさ、アメリカとか韓国とかってフェムテック日本より全然進んでるけど、アメリカとか韓国でめちゃくちゃ流行ってるプロダクトを日本でめっちゃ持ってきてるのね、最近企業が。流行ってないのよ。日本のフェムテック市場は少しみんなが思ってるよりも緩やかに成長していくのかなって個人的に思う。それは文化が違うっていうのも一個の側面としてあるのかも。そうだね、確かに。だってさ、本当にそのアメリカとか韓国のフェムテック先進国がめっちゃいいって思ってるプロダクトを日本で入れたら本来は流行るはずじゃん。そうなんだよね。でも流行んないわけでしょ。そんなに流行ってないね、みんな苦戦してる。そこが何なのかがめっちゃ知りたいなっていう。トイレットペーパー持って帰る人もいるぐらいだから、それゴワーってやって持って帰る人もいるかもしれないよ。そう。なんか僕はちょっと例外要素っていうのがもしかしたらって思ってる。え、本当に年利屋で話進んでいくんですか。進んでますね。そうなんだ。意外すぎて本当に。そうなんだ。なんかあのね、ちょっとなんかこう、まあ世代的な話になっちゃうんだけど。なんか令和版朝ヤンみたいな。何それ。朝ヤン見てた。朝ヤン知らないよな。朝ヤン知ったことある。朝ヤン知らない。朝ヤンってモーニング娘。が生まれたやつなんで。へぇー。小次郎さん世代じゃない気がする。もうちょいだと思うんだよ。恋愛リアリティっていうよりかはもう普通に YouTube で女性グループのオーディション番組あるみたいな方がおもろいかなと思って。そんなサブだから、サブになっちゃうかな俺は。その、あ、また見ました。みくるさんがプロデュースされてるダークアイドル見てません。見てないんですね。それを見たら答えが多分詰まってます。教えてもらっていいですかみたいな。ダメです。でもみくるさんがすごい大々的に集めて、集まった人たちでもやっぱり日本のオーディション番組ってその韓国がプロデュースしてる JO1 とか、まあ、NiziU とかが出たような番組に比べるともう運命の差なの、多分すごいお金を投入されてて、だからより知名度がない普通の人たちが立ち上げたオーディション番組ってそんなにいい人来るのかなって思っちゃう。確かに。トータリーアグリーです。
と、まあ、全く別次元の案としてそう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 、はいはいはい、どっちかっていうと感想をどうぞ。それってもう結構こすってる人が結構多いと思うから、うん、勝ち筋っていうのでは結構難しいのかなっていうふうに思ったかな、うんうん、じゃあ朝倉さんたちを活用するってなっても今朝倉さんがアイドルグループ作ってる最中っていうところで、あんまり建設的ではないと思ったのと、 あとその素人3人が集まって芸能事務所作ろうぜ、じゃあ YouTube 使ってやろうぜっていう案に聞こえてしまうんで、僕がやってほしいと言っていた意図とはちょっと違うかな、うんうんうん、YouTube っていう。その亀国さんはこの恋愛リアリティショー作る時におけるどのポジションなんだろうね。普通にその会社の社長として、うん、運営する人たちは優秀な人たちを入れてってそのプロデュースを裏側で描ける想定があるからやりたいっつってんのかな。どこの目線でどういうやり方で亀国さんが関わってどういうパフォーマンスを発揮するからそれが伸びそうなのって見えてんのかがめっちゃ知りたい。でもそれを小次郎さんとゆうまろさんにリサーチ頼んでる時点でそういうポジションの人いないと思う。そうだよね。そう、すで、うん、にいたら今まで使ってきてるから。そう、うん、そうなんですよ。なんか本当にやりたいわけじゃないんじゃないかっていうちょっと見え隠れしてしまう。なるほど、うん、だって本当にやりたかったらさもうこれなんだよねみたいなあるじゃん。うん、確かに中身か。確かにね、うん、確かにね、うん、そうか、うん、っていう軸にとらわれすぎてるのかな。あ、 YouTube という軸にとらわれてくれて OK なんだけど、うん、あのおもろそうな企画だけだと結局その意味がなくて、そのまず大前提は僕らとノンタイトルとその朝倉さん、ヒカルさんの親和性がある企画をやりましょうと。一応それが全部あの抜けちゃってるかなみたいな。なんかさっきの藤巻くんの確かにそっかって思ったら、前回のミッションで私たちにプレゼンしようだったらまだ分かるの、この立ち位置。うん、え、ためくりさんどのポジションでこのセリフ言ってるのってなるわ。あ、案出してこいよみたいな感じじゃん。うん、違う違う違うってなるね。あんたがやりたいって言ったんじゃないの。確かに。が気になってる、ずっと。確かに。だって2人もね、さっき青木さんに聞かれた時に年齢はまあまあまあみたいな感じだったじゃん。うんうん、そりゃ2人からそんな案出てこないよね。ね、だって別にやりたいと思ってないから強く。もっとやることあったよね、できたなって思います。詰めれたなって思います。これ不穏じゃない。これはちょっとそう、あの論外だったんでどうやって会社やってんだろうって思いましたけどまあプライド高いんでちょっとちゃんと持ち上げるとか持ち上げてやっていきたいと思います。これ誰？タイ小次郎さん？うん、そうですね。うん、何持ってきたっていうような感じ。でも正直資料も見たけど全然書いてることはよくわかんない。あ、小次郎さんにね。なんか今日、うん、直接話でいろいろ聞けたらいいなと思ったけど、まあ、結局わからずなんで、まあ何してたん？寝てたんですね。アドレスして、ゆうまろくん成長してきてます。小次郎くんがちょっと追い抜かれ始めてますよね。若干ね、小次郎怪しいですね。どうする？一旦、みずきちゃん、二人さ、どんな感じでなんか練ってきたか聞きたい、先に。あれから、うん、あの婚活サービスの事業の一つに絞って、うんうん、で、ちょっとそこを深掘りしてきたっていうような感じ。対面での婚活パーティーみたいなものとかも。婚活自体は市場結構大きいのよ。で、なんか友達とか先輩とか婚活サービス買ったりしてるけど、うん、言い方良くないかもしれないけど本当にいい人がいないんだって。男性側から見た時の女性がいたりして、うん、そこでなんかその作れるんだったら面白いなと思う。やばいこと言ってるやってないよ。女性側から見ても男性が思ってるよっていうお互い様なんだよ。そうそうそう。いるはずなんよ。そうだね、そう確かに。ただそこのマッチングがちゃんとなされてない。で俺なんかその仕組みを聞いたんだけど、うん、なんか写真送られてきて、うん、でじゃあなんかもうちょっと見るにはいくらとか、うん、でしかも結構高いわけよ男性が払ってる金額、うんうんうん、女性側からも取るわけじゃん婚活のやつは、うん、からそこのサービスが結構古いなっていうのは正直感じてて、うん、確かに作り変えられる気はする、うん、なるほど。婚活あの定期的に実施をしてでかつそれを YouTube でのなんかこう婚活でもこれはただマッチングアプリなんじゃなくてマッチングアプリです、うんうん、藤巻くんが言ってたガチ婚活とはまた違うね違う感じだよね、うん、ガチパーティー番組みたいなもので、うん、あのエリナちゃんもちょっと言ってくれてたと思うんだけどそういう配信みたいな形をしても
あのそういうあの YouTube の番組って今あんまりなかったと思うから、うんうん、結構面白いんじゃないのかなっていうところ、うんうんうん、そうなんか似てますね、YouTube 番組みたいな、うん、ね、めっちゃ似てますからね、うん、今深井がね、これさ、何年ぐらい目標に考えてる、あの何年目標、大会までとか、いや、そこは分からへん、実際にその、まあ人にもなんかもう、みずきちゃんが心からヘルプって叫んでるみたいに見えるんだけど、うちにね、相まってね、うちにねすると思うけど、早いところは早いやるし、で、実際にその費用とかもそれ調べないと多分なんか費用も出せない気がするんだよね。あ、そうだから価格設定の方法のところも書いてるけど、うん、実際にじゃあ運営にどれぐらいコストがかかるのかとか、その上で愛ちゃんもなんかちょっとピリッてなった時に語尾強めて食い気味に言う癖ある。みんなそうなの、3人ともそうで気強いみんな、気強いみんな決定しないといけないのかなとかっていうのは今考えてます。だから実際に運営というか、じゃあこの仕組み作るのに初期費用ってどれくらいかかるかってところはまだ、うん、え、全然わからへん。だからもうちょっとサービスの内容を詰めていく会話してほしいにな、うん、熱込められそうな事業なんなのっていう、うん、分かる分かる、話をしてほしい、うん、お金の話ももちろん大事だね、絶対的に大事なんだけど、やっぱこの番組に出てる以上どういう人たちに対して自分たちどういう熱を込めてやるかを聞きたいんですよ。でもこれはターメクニさんの毒だと思います。あー確かに、もういくらなのとかすごい言われ続けて、それがないとダメなんだっていう前提ができちゃって、もっとねより事業案を考えるときはフラットに自分たちの身近なニーズから深掘っていってもいいと思うんですけどね、うん、思います。処方を算出した上で価格は実際に決まるのかなって、あくまでもこう相場感的にここは出したっていうイメージかな。えいなちゃんどんな感じ？私は、みずきちゃんがリーダーみたいになってますね。共有しますね。えいなちゃんどうしたんだろう？私が本当にできることは勢いと行動力とエネルギッシュ、なんかもう本当そこだけだなって思ってて、まあそんな私がなんかじゃあ何をしたいのかって言ったら、まあ、シングルマザーだから築けるビジネスモデル、IT を活用して新しい働き方を創造する。新しく建てる新会社で、私のその新会社とお母さん自体が雇用関係を結んで、でそのまあ A 社とか業務提携で関係で働いてもらう、で新会社と A 社が業務提携の関係を結ぶっていうので、まあ、人材サービスってことだね。これさ、まずじゃあ新会社のチームレッドとじゃあ A 社締結しました。で一番最初に発生するお金、やばいやばい、もうお金の話ももちろん大事なんですけど、事業の説明をするってより何がしたいのを聞きたいんですよね。事業やったことないわけじゃないですか、うん、でもそれで事業やりたいと思って参加してるわけじゃないですか、うん、それは事業を作りたいっていうのは何かしらやりたいって思ってるからじゃん、うん、そのあなたがやりたいって思ってるその原石は何なのをめっちゃ聞きたいの、うんうんうん、それがそのじゃあエリナさんはずっと一貫して女性の地位向上とかの話してるんだったら、うん、その女性の地位向上するためのこれをやりたいんだが聞きたいんだよ、うん、こんな業務っぽくその業務提携を A 社と結んで、ねうん、じゃないのよ、なんか本当のなんかここにあるのが何なのかがすごい知りたいなっていう、うん、創造性のある事業は未経験な3人だと思うんだよね、うん、ってなった時にバックグラウンド知らずにうちらも視聴者側も熱がこもらないというか、うん、3人が多分今挙げてくれたビジネスに対してみんなやんや言うと思うの、うん、でもそのビジネスがどうかって結構どうでもよくない今の時点で言うと、うんうん、どっちかっていうと3人から何が出てくるかの方が楽しみで、うん、そこに対してどうね思いがあったりとか、うんうん、後からでいいよね、だからこの先も長いし、長いし、うん、そう本当にそう、うん、どこで発生してますか？あの今のエリナちゃんのそのイメージで言うと、A 社から、うん、じゃあ提携しますってなったら、うん、A 社が新会社、私たちの会社にじゃあ IT 導入の依頼が来る、 IT 導入の依頼が来る、 IT 導入導入補助金 A 社に対してのだよね、お金がちょっと、うんうん、そう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 、で A 社がお金払う、 A 社から、うん、A 社から新会社にお金を払う、うん、ってなったらもはやもうそこの新会社は人材派遣会社を作っちゃった方がいいと思うんだよね、紹介じゃなくてもはや。いやなんかそのさ、その荒探しっぽくサービスを叩くんじゃなくて、これはね誰か一人必要ですね。マリちゃん行ってきて。やはりタメ国のせいです。やはり。コメントが難しい。甘いって言われるかもしれないけど、まあ今の私の限界はこれだから、正直今知識量増やしてなんかこういろいろ入れ込んでとかってするよりか、なんか
こうアドバイスもらいたいなっていう、うんうん、そうだね、確かに一旦思いは分かったのと、これを作ってきたからここからどうやってお金になるか考えてねって感じだよね、うんうん、あー、オッケー、了解です。そしたら、私が考えてきた案出します。私は、最初に2つ持ってきて、国内初のトイレットペーパー型生理用品っていうとこで、もう3人も共通で月に1回来るまさかに備えたいなっていう思いから、かつもうこれは革命的なアイディアじゃないかなと思っていて、で、まあ、コンセプトはこんな感じですよと、で商品はこれ、ね、このビジネスモデルは結構私は最初から一貫して言ってるのと、まあ、なんかそれをこの前のなんかズームとか見てたらさ、愛ちゃんとかなんか、なんか青木さんにあんな、青木さんにダメ出しされたのにまだやってるわ、ははみたいに言われてるのが私はちょっと腹立っちゃったんだけど、言われたんだそんなの。まあ、授業なんかやるってなったらどれか熱量を持てるものじゃないといけないと思ってて、一人でも私はやりたいって思うぐらい結構本気で調べてきた。なるほど。っていうのがまずこれで、実際に、週末にちょっと話持ってったら、これめちゃくちゃいいじゃんってなったの。へえ。全然2人が乗ってない感じしますけどね。できたね。うん。一応僕の方で用意してるのはもうExit前提の授業をちょっと作ろうと思ってて、あれ変わった？去年の3月に4000人集めて、その要はそういうフリーランスの人向けに何か商売したい会社に40から50店舗ぐらい、お金を出して出店してもらって、1日で、出た利益でいうと大体1000万ぐらいなのね。でそういった、事業をもう一回で、それもともとカモンさんと俺でやってたんだけど、カモンさん一旦もうそれ当分やる気、補助助手がします。確かにレアリアリティショーは違うの、それはちょっと違うもうちょっと揉んでほしいな。うん、谷君さ優秀なんだから、もっとなんか面白いアイデアね。優秀の観点がやっぱりさ、事業を作ってきたかっていう、谷君さんはだからその事業を作ってきた側の人じゃないから、うん、そのどっちかっていうと営業とか、うん、プレイングマネージャーポジションが多分一番ワークする人だと思うんだけど、現行において、うん、まあ、経営者もしかしたら合うのかもしれないけど、ロールとして、うん、でもその事業を作る側の人ではなさそう。そうだよね、うん、だから男性も女性ももう一人入れるのとあり、うん、うん、革新的な感じ、革新的なアイデアやったやる気がないって言ってて、俺がやってもいいって言ってたから、じゃあ今回ってさ、ヒカルさん、朝倉未来さんが出てもらうとか、発信してもらうっていうことを考えると、前回ってほぼ年収チャンネルと令和の虎関係の人たちのチャンネルの宣伝だけで4000人集められたから、うん、間隔2万人ぐらいは集められるかなと。で2万人集められるってことは LINE の登録も大体3万人ぐらい事前に登録してもらえるから、3万人の LINE 登録を集められるその会議とかって、売りますって言った時に買いたいっていう人って僕が知ってるだけで何人かいるのね。だからもう1回ドカーンとイベントを、要はこの視聴者たちを含めて2万人ぐらい集めて、そのままExitするっていうのをやりたいなと思ってるんだけど。イベントやって LINE のリストを売るってこと？そういうことですね。5000で売れると仮定すると、3万人のリストを集めると仮定すると1億5000万で売却できるんですよね、一発で。でそれを青沢さんも鴨本さんも買っていいって言ってるんですよ。だから一発ドカーンと開いて、でこれ去年俺と鴨本さんでやってるから、ほぼ間違いなくできるわけですよ。だからほぼ間違いなくバンってやれて、で光る方朝倉方を一発バーンって使えて1億5000万のキャッシュバーンって売る。光る方出ました利用されてます、ね、まあでも光る方の見込みがまだ甘いですね、うん、甘い甘いもっといく。まあちょっとこれはでもまあ固く一応語りますし、夢はないですよね。そうなんですよね、これ別にノンタイトルで僕らが応援したいかと言われるとね、ちょっと絶妙すぎません、うん、もうタネクニ君のためにお金稼ぐのを協力するみたいになっちゃうんでね、うんうん、新しい事業をやっぱりね作ってほしいですよね、うん、本当にそう、うん、やったらね、まあテラスハウスの方がワクワクしますよね。そうそうそう、全然ね、もっとワクワクしたいですよね、応援したい、なんか、うん、やばい、9時半も間に合わないかも苦手なんですね。ごめんなさい視聴者さん、お疲れ様です。ご紹介します。あの前回のシーズンにも出ていただいたんで分かるかと思いますけれども、あのバカの長野さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、投資家の方ですね。はい、
30分、うん、今日2つの事業案をちょっとご相談させていただきたいなと思っていて、まず1つ目なんですけど、その事業開始から1年以内に売却を前提としたまず事業をやりたいというふうに考えてるんですけど、あの去年の3月にフリーランスサミットっていう4000人を集客したイベントを、あの私と、令和の虎に出てるストックさんの株元っていう人間の2人を中心でちょっとやったイベントがありまして、結論これのでかい版をやりたいっていう形で、想定してまして、前回が4000人集まってるんで、一応想定としては2万人ぐらい集められるっていう想定で、まあ、LINE の登録が2万人来ると仮定すると大体3万人ぐらい登録してもらえる想定なんで、そうすると、まあ、LINE がこのイベントの登録の人の価値は大体1人5000円ぐらいの価値かなというふうに想定してるんで、大体1億5000万ぐらいだったら買ってもいいかなって言ってくれてる企業さんが今2社あるんで、なんか私もあんまり人から投資を受けるっていうことをせずに生きてきたので、最近やっと投資家の人と会い出したんだけど、なんか思うのは自分が生きてきた世界ってすごい狭いなって思ってて、本当に為國さんの今のこの投資家に対しての話を聞いてると反省がなんか思い出されるんだけど、そんな1億5000万ごとき短期で売り抜くようなビジネス誰も投資しないっていうか、本当に中小企業の社長が周りにたくさんいて、自分もそういうタイププレイヤーないし中小企業の社長で生きてきてる人なんだなって思うんだけど、でも世の中はもう少しインパクトのあることだったり意義だったりを求めているよね。あのバカの奈良野さんになんかこのレベルの話で時間を使わせてしまうのが申し訳ないっていう。うんうん、でも私もな、初プレゼンの時すごい小さいこと言ったからな。まあ小さいこと言うのが悪いっていうか、そこに対して熱があればやっぱいいな、うん、でそれ熱が大きくなる可能性はあるじゃん、うん、でもこの事業ってもうそもそもが1億5000万で売却するってなってて乗りますかって話、うん、そうそうそう、あなたのお金入れても入れなくてもいいですよっていうのが見え隠れしてるのが失礼なんだよね、うん、確かに、うん、っていうのが本質で、うん、俺が番組側の立場だったら長野さんごめんなさいって思っちゃうの、うん、正直、うん、時間が、まあ、あの早期に一回イベントをバンって開いて早期で売却するっていう方向でまず事業を考えてます。なるほど、はい、なるほど、うん、投資家サイドとしてはやっぱりその何かしら社会の役に立つような、はい、そのペインを抱えてる人にそれを解決するようなサービス、B2B にしても B2C にしても、はい、あのそういうものに投資していきたいと思ってるんで、はい、そのリストール小遣い稼ぎのビジネスをやりますってなってもやっぱりあんまり刺さんないかなとは思いますね、はい、まあ、めちゃくちゃ優しい、ね、フィードバックができるんですよね結局ね。むしろやっぱり時間は限られてるわけなんで、はい、その限られた時間をその一番やんなきゃいけないことにフォーカスすべきだと思うんですよ、はい、なんで遠回りしてその小遣い稼ぎの事業をやりますっていうのは悪手なのかなっていうふうに思っちゃう。あ、わかりました。もう一つの事業のこっちとご相談させていただいてもいいですか。テラスハウスって見られたことありますか。ああ、知ってますよ。ああ見たことないですけど。ありがとうございます。知ってます。はい、あの結論から言うと、YouTube で第2のテラスハウスを作りたいっていうのが、あの、まあ、ちょっと会社っていう軸で考えるとちょっとずれるんですけど、っていうのがまず、が2つ目の案ですと。で、例えば、その番組を、結構為國さんの動揺が感じられて、うん、焦ってる感じでしたよね。コミショの人たちを出しますと、要はエンジニアみたいな人たちを出して、その2、30代 の、 あの男性をターゲットにした番組構成にしますと。で、僕ら裏側としてはそのエンジニアの転職エージェントっていうビジネスをやっていて、そこに登録してもらってそこで利益を上げるみたいなあの感じのマネタイズ方法とかも考えてるんですけど、これってまだ僕らの中でもふわふわしてて、一旦その恋愛番組を立ち上げるみたいな事業をやるっていうのはどうですかっていうのを率直に伺いたいです。なるほど、まあ恋愛リアリティショーという事業案がどうなのかって、はい、そういうことだけ切り取るとそれは別にありやと思うんですよ。それは別にありやと思うんですよ、はい、ただその番組だけで一番組だけで、終わっちゃったら全然その事業としてやる意味がないんで、はい、そのリアリティショーを成功させてその先にある何かがあるんです、こんな未来は
が実はあるんです、はい、こんなワクワクすることをその番組を通じてやりたいんですっていうことがあるんだったらありだと思うんですね、はい、厳しいけどありがたい件ですね、うん、でもなんか課題感同じものを感じてしまいます。自分の人生の課題感として、食べ国さんのビジネスに対しての考え方が好きじゃないってもうずっと言ってると思うんだけど、うん、視聴会を通して、うん、なんかやっぱりどうワクワクする未来を描くかって結構苦手なの。なんか自分自身は事業に対してワクワクしてたとしても、それを第三者がワクワクさせられるか、うん、そこをどう見せに行くか伝えられるかがすごく苦手で、なんかもう今の見てるとあー苦手そうって思って、なんかマリアちゃんに対する意見で言うと、うん、マリアちゃんは、うん、そのこの先のこの世界観を作りたいって人っていうよりは、うん、今を生きてる人なんだあ、うんうんうん、でその今に対して熱中してて、その今は本当に例えば美味しいとか、うん、可愛いとか綺麗っていうものに対してめっちゃちゃんと熱を注げるから、それに対しての人がいいねってなるわけ。だから変にマリアちゃんはその先こういう世界を作りますって旗の立て方は俺はしない方がいいと思う。なるほど。これがめっちゃすごくて、これ持ってたら幸せじゃん、それに理由いるがマリアちゃんはいいと思う。なるほど。新しいちょっとなんか気づきがある今、紹介やってる意味がある。確かに。お疲れ様です。無理無理無理。よろしくお願いします。どうぞ。どなたなんですか？ご紹介します。キッズラインの代表の常沢さんです。常沢さんどうぞ。キッズライン。ありがとうございます。よろしくお願いします。パーチューさんとかの。当時女性で最年少上場も出した女性起業家の方ですね。今はベビーシッターとか家事代行のサービスをやってます。今日もありがとうございます。はい、よろしくお願いします。私たちがチームレッドで、まあ、女性だけのチームで人材紹介事業をなんかこうやりたいなとは思ってるんですけど、正直中身は本当にまだまだっていうところで、ちょっといろいろアドバイスっていうかなんかこうもらえたらなんか嬉しいなと思って、まあ、とはいえじゃあその1週間後に事業のプレゼンをするっていう中でどういうタイムスケジュールで今考えてるんですか？タイムスケジュールはまだ正直何も決めれてない、うん、タイムスケジュールは決めれるじゃん。はい。しかも3人いて、その3人がチームワークを合わせて一人一人がやっぱり強みを生かして、その24時間 ×7 っていう資源は平等だから、それをどういうふうに使うかっていうのは ×3 人いるわけでしょ。そこはスケジュールは区切った方がいいと思うんですよね、はいはいはい、だからやっぱ今日はなんかこう小粒でもいいから、この事業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 みたいな案がやっぱりいくつかあって、その理由その理由どれがいいかとか、そういう話ができたらいいかなって思ってたんですけど、出た案は3つ正直あるんですけど、まあ、1つはまあ人材っていうところで、まあ、まずはお金の見直しっていうので、うん、ママライフデザインっていうので、みずきちゃんが保険の代理店とかをやって、うん、で、まあ、営業トップ成績とかもあるっていうところから、うん、まあ、お金の見直しをして、うんうん、まあ、そこで収入が低いとか少ないっていう人には、じゃあキャリアし、ママのキャリア支援っていうので人材紹介事業っていうところまでは、うん、それはどうやってお金稼ぐの？お金、収益っていうところですか、うん、まあ、まあ保険の方は正直ちょっとまだどこをどうっていうところはちょっと作れてないんですけど、うん、ママキャリア支援のところは、うん、人材紹介事業で、うん、派遣先っていうか紹介する企業を、うん、まあ、連携するところを作って、うん、まあ、そこに紹介して、まあ、企業から、うん、まあ、年収の 30% いただくっていう形で、うん、まあ、じゃあ普通にある人材紹介であります。 そうですね、はい、それはじゃあ他社とどう違うの？そこは違うのはもう本当にただ見える化されてるっていうか、なんかこの他社の求人情報って私もじゃあこう見た時に、なんか私は正直こう会社勤めしたことないんで、その資料だけじゃなんかこう応募したいなとはならない。分かった。じゃあ1個目のアイデアはその求人です、はい、求人で企業から紹介料か派遣料を取るようになる、はいはい、2個目は2個目は、みずきちゃんの話する。はい、2つ目が、トイレットペーパー型のナプキンを国内に広めたいっていうのを持ってきました、うん、この熱い思いが大事なんですよね、うん、吉田の E バイクを思い出すね熱い思い持ってたもんね最初ね。バイク持ってないから吉田君それはエンドユーザーの人からお金を取るのね
両方からマネタイズできるんですけれども、うん、企業さんでいうと、例えばなんですけど全国に、1500箇所拠点があるような日本生命とかに、もう一社導入していただければそこの企業からマネタイズできるの で、うんうん、で女性応援企業っていう形で名を売って、うんうん、でそこに賛同した企業から、うんうん、確かにフェムテック助成金多いから、いくらぐらいですか。でもこれはまだ製紙会社と掛け合って、うんうん、そこの原価がいくらかによって、うんうん、か決まってくるのかなと思ってるんですけれども、うんうん、企業とタイアップできれば結構なロットは増えるかなと思ってます。じゃあ企業イメージアップのための企業がその CSR じゃないけど、はい、その女性のために何かやってるっていうためにの予算をもらうっていうことです。なるほど。なんかそれほど企業のブランドイメージにつながるのかなっていうのが正直わからなくて、うん、はい、まあナプキン置いたからいい会社ですよっていうことではない、はい、じゃあ、はい、ポーズだよね、あくまでも、はい、だったら別に普通に会社で事務の人が置けばいいのかなって思っちゃうから、うん、日本で初めて入れたっていう構図を作りたくて、うんうんうん、そこに それが女性の企業家たちが作り上げたっていうビジネスモデルを作ってもいいのかなと思って、それは2人は同意してるのかな。いや、まあ置いたらいいよねって、うん、その今ある既存のものを他人事大丈夫会う人会う人に心配されるんだよな、このチームは。1個目の授業じゃなくていいんじゃないのかなっていうところで思ってるっていう、なんかまだ多分ね、まあ、みんな集まってから日が浅いと思うので、それぞれの多分ビジネスプラン1個あるけど、どうやってそれを1個に決めて、その1週間の中でそれを実現可能に練っていくかっていうスケジュールもあるんだけど、その辺はどういうふうに、ここでどういうアドバイスをもらうかで決めようっていうところであったので、まあ今日中にもう本当に絞って、うんうんうん、他人のアドバイス決めない方がいいと思います、うんうん、やっぱりやるの自分たちで、うん、やっぱり若い時ってみんなアドバイスしたいんだよね、女の子に、うんうん、でもそのアドバイスでうまくいったことあるって私は思う、うんうん、自分で決めて自分がこれ絶対やるんだぞって思って、うん、できてますから、そのアドバイスを聞いたってしょうがないので、じゃあ私の部下になりますかみんなっていう話でしょ、はい、やっぱりそのビジョンとか自分たちがやりたいことっていうのは、どんなに100回反対されても打ち返せるっていうパワーがないとダメ、こうもう想定ツッコミを100問以上考えて全部に綺麗に打ち返せることがまずビジネスプランって必要じゃん。皆さんそれぞれ成功体験あると思うんですけど、今回初めて3人でやって、3人で意見統一して、3人の映像が一緒になって、で多分来週また私が来た時とかプレゼンした時に質問出て、それにちゃんとなるほどって思う打ち返しができるっていうところでいくと、バラバラだからどうするのかなっていう。すごい、かわいいですね、田さん。さあミッション3が発表されました。このチームの授業今どう思いますか、聞かれてみて。まあ女性の方はやっぱもうそもそも3人足してみたら揃ってる方がいるんで、うん、まずそこからな気がしますけどね。ね、今ももうすぐ見抜かれてましたもんね、うん、だってもうみずきちゃんはとにかくトイレペーパーのやつやりたいわけじゃないですか。そう、これ絶対これじゃないですか、うん、レビネさんとアイちゃんは絶対それいかないじゃないですか、うん、ってなったらこの一生合わないですよね。そうね、そうね、カドレの時に言われたのと同じことになっちゃう ね、 ね、本当。女子チームに比べて比較的あの男子チームでチームブレーの方が割と順調に今見えてましたけどね、はい、でもそうですね、まあ、ただこれね、ゆうまろがなんかこう結構小次郎バカにしてるんですけど、お前そこまでの立場でもないだろうと思うんですよ、うんうん、別にその、なんていうかそれ逆に印象よくないぞと思いますけどね、急に攻撃的になって、そうなんですよね、誰かができないかって自分ができてるわけじゃないし、他人だけで自分を上げるタイプの人間ってうまくいかないんですよね、やっぱりちょっとだから今までの過去の鬱憤がね、うん、言われてきたから言い返したいもん、だって小次郎にやられたことをやってるだけじゃないですか。そうそうそう、確かに結局上に行けないなと思いますよね、うん、確かにね、あの奥さんと子供とテレビ電話してたあの純粋なユーマロがね、そういいよね。いや多分俺いつかどっかで小次郎爆発すると思いますよ、これさすがにだって年上やし、うんうん、経験も全然違うし、うんうん、まあでもまだどっちもビジネスがちゃんとできる空気がないですね。どっちもなんかまだこれっていう感じはしてない、うん、ビジネスの本質以外のところに課題がありすぎて、今回はまあ、タメキンさんね、ビジネスのやりたいになんかあの思いみたいなのがねワクワクしたんで、それはいいと思いますけどね、ああいうのでいけると思うね、あの情熱も大事だと思うんですね。レアリアティショーそんなみんな見るんだ、好きな人多いよね、カップルとか見るらしい、一緒にやっぱ、へぇ、見たことないの、ジェイちゃんバスに乗ってるやつは見たことある、アイノリ、アイノリ、アイノリが出てこなきゃダメ、バスに乗ってるやつ、バスに乗ってるやつ、高川さんのバス旅とかじゃないですよ、あれレアリアティショーじゃないですよ、ごめんごめん、君のそばで笑っていいよ。
です。可能性がある革新的なものじゃないとそもそも厳しいですか。おー面白かったですね。はい、本当に出させていただいてありがとうございました。いや盛り上がったっすね。ヘビだね毎週。いや本当にすごいね。ビジネスパンだと喋れなくなるっすね。俺も白熱して携帯に意見を振る余裕も、はい、そうそうごめんごめん。いや聞いてるだけでちょっと勉強になるんで。はい、というわけで、うん、今週もありがとうございました。ありがとうございました。来週もぜひ見てください。またね。バイバイ。